そんな声が上がっていますが、タートに入って6番のタシロ、7番のビュースロッカー、タシロ、タシロが抜けました。そしてね、11番のビュースロッカーに上がります。3番手に行く力の7番、ビュースロッカー、半端真相に、10番の西のカラクリロッカーが並んでいきます。ダートの商談番号が、12番の腹に立って気分よく行けばくる。10番の後ろに3番、10番商談、あとは1番の3番、サンダビュースーツの音に接近する8番のディープラビティ、並んでいきまして捉えます。まあ、おっとりとしていて気持ちを出さない周回ですけれどもね、
車体のボリュームなんかはありますし、もっと走れる雰囲気はある馬です。6番、ハイダムブリーチ、増減なし。いや、トムのボリュームは非常にありますね。重みが深いです。勢いもありますし、この馬としては集中して動けていると思います。7番、延長時間、バイオリー。そうですね、まあ、頭の位置が下がるようにこう動けるようになりましたし、踏み込みもしっかりしましたからね。で、前回以上の状態は間違いないと思います。8番、トゥインクルリーフ、プラス10。馬体像は好感が持てますね。針なんか良くなってきましたし、トモの踏み込みも深い、強みの踏み込みに近づいていると思います。9番、リファインドマナー、プラス4。前回に比べると、踏み込みを増しですけれどもね、まだまだ体は細くなっています。10番です。マイコレット、マイナス2。ちょっとりとしていて、前の力を感じられる手先が重い感じの集大で減らします。11番、アジェントボディ、プラス6。ありがとうございますけれども、我々休みに当たって、ちょっとこう重心の低い体形をしておられます。でも、1000人くらいのベストを重ねる。東京の超高点ではなくて、条件超高点なんで、とはいえ、安全のメールだね。ただ、周りには問題なく問題ないと思います。シャープな無駄のない体で、ね、正直今さ、今多分、行くぜに、僕の本命は12番ボツブーナーです。パドックと完全に一番良かったです。それと あと何だろう、まあ、ボツボツで結構硬いんじゃないかなと個人的に思っています。3連覆勝利して流し、軸12からの3、4、5、8、11、15点のシルバリアンポイントと、あと単勝が2500ポイントボツ34にします。一応動画見たら動画見たしの本命はパーティーベルらしいです。パーティーベルっていうのはあまり本命してるかもしれない。パーティーベル本命の3連覆3、4、8、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 3、
に置いてもらえるっていうのが。おお、おめでとうございます。素晴らしい。4.7倍。林だって僕2回目の時ぐらい8人です俺東京やっぱ8人やっぱ8人でちょっと8人の話で見てから配信も始まりました。URL ありました。ツイッターの方に。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
その後方から外、ドライバーレディ、内は5番のモグハンディを中段を積んで、その後方から2コースプレーに減少を引っ張りが続いています。先頭1コーナーから使用して、それから2コーナーです。3番、ウィンチコボリー、今日も入れます。一番審判のリード。2番手、11番のエイトアリーク。3番手、12番のモグフーナー。その1番審後方、1、8番のマテンドアリスは4番手です。3馬身から4馬身開きました。7番のナブラスワーが上がって1コリサで5番のモスタンギのこの後方から6番のグライマーリティです。詳しい後方ですが、インテンスレイン、外9番の名称1回と高田と並んで追走。その後から10番、全員を示した後方から3投目、後方から2投目4番、パーティーレベル。1番後ろから運び2番のキング・ディスティアです。スタートしての 1000m は1分0秒9で通過しています。3、4コーナー中間です。先頭は3番のウイリッシュコミ。しかしリードがなくなってきた。エントラリーク、モルグルが集めていって、さらにその後方からは、その後方からは、4番のドライバーレディ。すげえ遅飛ばしてるじゃん、やばっ。ああ、すごいすごいすごい。あ、あ、あ、もう抜けそう。あ、でも、もう片方のもんじゃないやん。せなちゃん、せなちゃん、せなちゃん。あー、みんな。ニュージー。今日の分負けたんでもいいです。そういう馬でもう少し線の細さを継承してきたらいいかなとは思うんですけどもね。
まあ、小倉での2戦と同様の距離でしっかりと動けるようになっています。スターレットジンクプラス2、はい、集中力高いですね。トロもしっかりカード入ってますしね。少し選ばれた4番キアマイナス4、若干ね、雇用窮屈でね、勢い一息ですけどもね、まあ、体は仕上がってます。ちゃんとマイクマイクに向かって続くのピーマイナス4、はい、張りのある場合でね、程よく全身規制も見せてますね。次は順番で変わって先に7番 BGI ラブというプラス6、そうですね、力強さがね、一段と増してきた感じがありますしね。大場さんはね、というのも通しさもないです。お気配のようですね。配信開始の告知の、ね、ツイートに、ね、まだいいねついてたから僕がつけました。俺見に来ない。僕は観客がしますよ。観客がしてるなんで、すごいな。あ、乗ってる感じ。なんか結構暗くないね、ちょっと明るくできたらいいですけどね。あそこ閉まってるのちょっと暗い。でもね、明るくするとね、こっちは見えないから。あ、じゃあこっちも。でもカーテン開ければいいんじゃない。あ、カーテン開けば。ちょっと氷を。これでどうすか。ね、これでどうすか。じゃあ、もう感良くなったかもしれないけど。こっちも開けちゃえば。ラッコーなんですよ、そう。すごく逆光ですか。ただしこれ画面が見づらい。逆光が差してるみたいになっちゃいました。五光が。閉めといた方がいいですか。五来光が。九番人気。五来光。五来光差して。閉めといた方がいい。やっぱりね、あ、そうですね。やっぱなんか。多分あのこいつで設定したら調整できると思うんですけど、そこまで勉強する理由、余裕今日ない。これでいきましょう。アドックレスみたいな。あ、燃えるから、ね。アドックレス。あとちょっと裏側のってきた前奏があまり前すぎてちょっと買うの怖いけどさ、どうなんだろう。とりあえず紐を変に切るもんさ。中でも22倍つくなるのか、まあ、いいか。これエースでしょ。変わってるね。変わってる。これレース映像に音声混じるとまずいですか。これまあいいんじゃないですか。基本まずいけど、まあ言われてから考えますよ。去年のものはもう、だからなんか音声間違わないと、あまりにもなんか、なんかレッスン音声ぐらいは入んないとって感じはしますけど、ね。まあ、週でやってないのと、鋭意気のないし、ようと、許してもらおう。飲食屋と違うから、そこだけじゃないし。こもれ引きラリー。こもれ引きラリーかな。そうなんか、ここに。ご飯も忘れない。いいよ、ちょっと。次回は、ネムラさんを。ネムラさんですか。どうぞお願いします。11月10日お飾りになるんですよ。ウィンズじゃない。ああ、おばちゃんね。音楽教室のアレと一緒でこれで何かを取ってる。金は取ってない。生徒の演奏がメインだということです。3着は5番で確定です。勝ち点は 1.52 秒でした。払い落としは後ほどお伝えします。福島八レースが始まります。福島競馬場8レースは3歳賞1勝クラス若手騎手限定の一戦、芝の 2000m 戦に出走馬16頭です。スタンドから見てみてコーナーのさらに奥壊れたところに置かれたゲートに今、キスマミの奥がゲートを埋めて、
間に合うかな、今の言う通り、いい間に合うかな、意外と重役集団が続いてたから、そういうことで生まれます。最後、天下の集中した競馬場を、なんか食べれた？食べはほとんどありません。めっちゃ人いました。ね、コースの前に。無理だよな。リコテン行けば空いてる。生まれ書く順番すごい適当になっちゃった。一番に行ってほしいね。めっちゃ食事ポート金込んでたもん。マジ来年じゃあさ、バカシリもやるよ。全然ね、飲食でもいいよ。もっと2個もやる？テンポイント土曜日だけみたいな。土曜限定の金庫の販売だから、日曜予想みたいな。日を変えますが、今、7番ゲート、もうちょっと、夏ゼラ予想、収まりました。収まりました。さあ、待ちいたくは、続々向かっていきます。レース映像セットで見れないと、6番、マイネルジャッカル。50分ぐらい。もう、YouTube ってこれ、配信どれぐらい遅延してます？配信してるんですか？配信してるんですか？ゆうちさん出ないんですか？ゆうちさん出ないんですか？どうもゆうちさん、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 どうもゆうちさん。でも正直さ、正直アヤメズビーチに逆らってはない東京8レースやる人ってどれぐらいですか？全員か。じゃあ、どこかで。
じゃあ林くんの方から順番にいきますか。はい、東京8レース8番のツインクロリーグを報名しました。さっき東京7レースで、マーカンドがマーカンドが1着になったあやっのにあやかって高校でも2級ですが、マーカンドから流させていただきます。ワイド流して8を軸に1番、4番、6番、14番、15番の5点で各2点ポイントを使わせていただきます。はい、僕も一緒ですね。トゥインクルリーグ報名しました。東京ダート専用ヘニー・ヒューズ・マーカントで買いました。まあ買い方はワイドボックスで4、6、8、3点で3000ポイントずつかなと思います。はい、じゃあ自分の本命は6番のハイアムズビーチですね。まあもうダートの白毛一番低い品系って言ったら、まあ買わない手はないでしょうということで、まあ正直一頭器が違う、今度ではもう器が違う馬だと思っているので、ハヤブズビーチから馬連5点ですね。あの9番のリファインドマナーとかそこら辺の大穴馬を一応入れておいたので、まあ紐割れしてくれると面白いかなと思っています。ジョナサン先輩に言いたいこと全部言われてしまいましたね。頭一つ抜けているくらいまま選手6番ハヤブズビーチと桃花のワイドで1点台611の1万ポイントになります。まだ決まってない方がいらっしゃる。確かもう一回見せて。順番が入れ替わってます。おー、マーカーとね、マーカーとつけだ、ね、よし、これはつぶらかな。賞金は怖い。賞金は怖いよ。賞金は逃げたのが一番いい。賞金を超えてるさ、年に持たせないと使ってると、これからすると。いるよ。ワンチャン。ああ、じゃあ買わないもん。今、あれだから、一生食ってる間に、ああ、私、出発して。そうだし、これさ、難しいんだよね。なんかさ、手に隠さないようにしながらさ、解明させるとこれでどうです？これで知ってますか？言えますか？13番カレンバンクレーン、手は映っても大丈夫だけど、多分、ね、今まで、ね、手で隠れちゃったりして、大丈夫大丈夫。15番バターの大学の説明はしてるんですけど、これ非常にもう株式者が上がってます。今これも近づいてるんですね。15番バターの大学の上の範囲内ですかね。マイカル直勝的に見せてもらうと、今日のいやマジであれ学祭で絶対やっちゃいけないレース。そうそう。なんか超さ強い馬が出てくる。それがこれが難しいところだね。いや初めてさそう競馬見る人とか想定した番組なのにさ、あの競馬はいいかな、ひどいよね。しかも200万馬券だし。そうそうそう。人気薄だし、ただのインバエバトル。なんかもう競馬見る人がひたすらわけわかんねえってなって終わっちゃうレースだね。15番、13番、3番、9番、以上5頭です。はい、東京8レース参加します。東京8レースほぼ全員参加。明日は行きましょう。じゃあ追加で。東京8レース僕の本命は、4番のリンクスルーにいたしました。この馬自体は東京で前線馬なので、寄付としては一番正しいんじゃないかなと思います。それに加えたら、まあ、ハイアムズビーチ、これはまあ正直、ダートの直前走のダートが圧倒的だったので、逆らう理由がないかなと思います。で、3連複二等軸として、この以上のハイアムズビーチ、そして、リンクスループ2等から、2番、8番、12番、14番、15番の5等に流した3連複二等軸で、5等かける 1.2000 ポイントで勝負いたします。で多分ごつまる師匠は間に合いませんね。これ間に合うかな、間に合わない。ごつまる師匠間に合うなら今日は対決からでいいんじゃない。
じゃあ、東京8レースはレオノールかな。レオノール、ロコサキの馬なんですけど、めちゃくちゃ高い。あれなんだよね、なんかルメールが、前出せる気がしないっていうか、行き足つかない可能性があったら、そこが怖いなって思って、ちょっと聞きました。はい、以上です。まあ、確かに早くすぎちぎれない。あ、逃げて逃げて。あ、スタートいい、スタートいい。ちょっと足使ってるかもしれない。裏側今回は止まるだよ。裏側逃げるんだよ。裏側今回止まるだよ。裏側前回だってもうなんかわけわかんない止まり方したもん。早くすぎさ、正直さ、スピードが違うからさ、この中で絶対さ。だから、メールにはね、いいよ、ないんだよ。ただね、これマジでね、もう、早くすぎちゃ早すぎてさ、もう、なんか普通に走ってるだけで、もう、バッテリーだって置いてっちゃうから。そこそこ早い。これ差し届くかもね。差し届く、させ、させ、させ。これ、ハヤブスビーチがさ、いける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 。マカの、マカの最後、マカの最後。マカの、いけるいけるいける。終える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 。ハヤブスビーチ、マカの、させる、マカの、させる。前、カメラの、マカ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 の。マカンと、いや、きついか、大外マカンと、いや、いける、いける、まだいける、まだいける、まだいける、いける、いける、3着ならいけないか、3着ならいけないか、あ、やばい、これ、10、あ、これやばい、早口に刺されたかも、刺されたお、レオノーレ、レオノーレ来た、レオノーレ勝った、よし、あとタルナハマジここいると調子いいんだよ、ね、ずっとそこいっていやーいいね、ちょっとみんな大穴狙いすぎてた。いや、俺ら逆に一番硬い番狙ったもん。いや、この名前に変えにしようかお、タイムよ、どんない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 、カズマだったら外すじゃないか、タイムピーチか、いや、マジか。まあまあ、でも、まあ、次でできないそうだけどね、ハグズビーチ。だから東京専用が悪くなってないかもしれない。ちょっとやっぱりスピード勝ちすぎてる気がするんだよね、ハグズビーチ。ちょっと待って、裏側がいたのも結構痛かったから、裏側もやっぱり芝で芝の出るぐらいには気があるのだから、裏側は結局何着だろう、裏側どこだろう、東京競馬第8競走正面時計図は1着12番レオノーレ、まあまあ頑張ったよ、半分ぐらい、そう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 、パラノイド4着まで来てたんだ、なるほどね、まあ、差し基礎の展開ではパラノイド、そんなに2分ですか、どうせ4番人気、1番人気と硬い、硬い、両方で2点もしっかり、どんどん使わない、やー、これ結構ね、なんだよね、多分出るかどうかわかんないから、これ1番人気ですね、ファシー8番時間ない、時間が連単12番2番6番喋ってる時間もなくて、吉田さんさ、レース会は何か1レースで両方全部やるのなんか、あ、1レースの中で複数、はい、大丈夫ですか、まあ、別になんか点数集計取ってるわけじゃないし、取らないといけないですね、まあ、まあ最終的にじゃあ一応取るから、ありがとうございました、ありがとうございました。なんか最終的にさ、なんかほら結構そうそうそういるからさ、あやむずに裏からルメールになったら、なおとも関係が楽しみです、まあ一応なんかこうなんだろう、ほら、箱根駅伝でいうとオープンサーカーみたいな感じでさ、なんか1回目だけ出すっていうのは、ポイントつけずに1回目だけ出すっていうのは、ありがとうございました。
慣れさせないんですよ。いや、あれ、儲かってらポイントって慣れさせないんですよ。じゃあ、いやもう大気キングスレインの本気を見せてもらいましょう。これはこれもう今この時点で買い目出したっていう意味だ。続いて2番です。キングスレイン増減なし。増減なし。使えないといいよ。使います。踏み込みなんかはしっかりしていますね。いやもうキングスレインって札幌で走ってたのがかわいそうだった。マジで東京だったらマジで合う絶対。まあ、気負い気味で体もちょっとこう細いのかなといったぐらいに見せますけどね、前回もこんな感じでした。胸前と頭のボリュームがあって馬体のバランスは非常によく見栄えのする馬ですね。4番イースタキング増減なし。エビハネイヤさんくらしいちょっと効果の強い面を持っていそうな馬ですかね。内身をとことこと歩かせていて落ち着かせている状態です。まだ体的には絞れてくるのかなとは思わせます。5番マイネルチレディウスプラス2。コンパクトな馬体の持ち主ですけれどもね、非常に伸びやかにこうゆったりとこう歩けていますね。リズムがいいと思いますし、まあ、軽い芝で切れ味を使えるタイプだとは思います。6番マイネルビジョンプラス8。現状ではちょっとこう背中が詰まっていてとも薄く見せるような感じで、ね、でもマイネルビジョンもさ、マイネルが見るから成長してくるのかなとは思います。7番イシルミアプラス4。全体的な筋肉の質が良くてこうまるでこうシャウトを感じさせて非常に見栄えがするタイプですね。体の使い方の持ち方もいい馬ですし、8番シルバーニグール増減なし。背中のラインの中見るとね、少しワンペースなのかなとは思わせますけれども、リズムよく体を動かせています。体も褒められていますね。でも相手強いんですよね。おしまいに9番です。ダルフォットマイナス2。今回、ここにそう見られなかったちょっと黄色いように見て、葉っぱの中を目立つ状態で動いていますけれどもね、まあ、共に幅があって、小柄なバナにパワーを感じさせる馬体、まあ、でもさ、シルバーキングル結構気になるんだけど、それではパドックでの状態をラムキャットめちゃくちゃ近づいてて面白かった。3番のシーズンリッチ、7番のヒジルビアン、5番のマイネルケレニウス、2番のキングズレイン、以上です。東京急レース、パドックからの推奨は、キングズレインこれで来なかったらちょっとショックだなというふうに。2番、以上の4頭です。阪神8位はやるかどうですか。自分的に儲けちゃっていけない。そうそうそう、あの7レース参加してない分で、あそこで本日のトーカビータ8レース参加します。阪神8レース、20番スカーレットジンクル、相手者成績見極めたら、ここはまあお堅くやってくれるんじゃないかと思いまして、20番つけました。それでワイド23の、1点台。まあ、2番はなんか逃げそうしてるらしいんで、わさっとやってくれるんじゃないかなと思います。アナウンサー並みの払い戻しのアナウンスがしたのか。竹内正広調教師、通算100勝の達成でございました。東京8レースが確定しました。勝ちましたのは8レース、赤ペン赤ペン2着ペン、そっちだ。3着のは早めスピーチ。勝ちタイムは1分24秒2でした。払い戻しです。単勝12番180円。1.2倍6000ポイント。マクレーン1億1200円。生まれ。2万ポイント。1200円。マタン12番2万1800円。というわけで、東京8レースは東京8レース確定して、野口さん、単勝、副勝両方当たって、1万ポイント、2万ポイント、2倍ですね、素晴らしいです。
ちゃいいです。どうも、実は書いた名前になってる。ジャパンカップダート1時間後に名前になってる。メインに当たるというゲットの参戦のヒントです。生産は新潟町のノースヒルズ、小牧市は前田光大さん、戸崎啓太騎手は今年の114勝目、ニットも安田隆之騎手は39勝目です。阪神8レース上位人気は金庫マジックです。レースが始まります。勝負レース、もし今後この先あったら書いてくれ、ぜひ。ああ。後ろで待っていますっていうのが SC フォーク。SC フォークは最後の試合になります。いや、これは初めて9レースです。初めて9レースです。スピードが流れて、SC フォーク。リアを使ったな。そうです。公開しました。プレイヤーの打ち合わせだから。最内だから変わりそうだけど。倒しました。大揃っています。さあ、先行争いは最終局。内から2番のイブローズが来ました。2番手の1、カドワット、ミューキアイラムユー、11番のシーケス、3番手。さらに外、12番、ボーサミヨシキダ、最内から接近、5番、スピカバッキー。その後方から内の5番のユーロンキアイラ、9番のゴロンピンが、さらに外、14番と、ロードサージが追走して、この圏内15番、デッドブロンクス、その後方ですが、ブリノミコライザーが追走しておきや、ブリノミコライザーが追走して、シーミホーク。内は絶景13番をつけました、10分休止で、あとは下がりました3番のスカーレットヒットが追走しています。さらに後方から4番手ヒア、そしてシェアリング5番、そして1番のサウンドサンピークが続いております。ランプはこれから3、4コーナーの中間地点に上がりました。先端高まっておりますが、間をついた7番のユキアイラミユーが先先頭か、そのからヨシーベース、ヨシーベシーナ接近、最後に繰り下が2番の一方です。さらにその後方集団、内を狙って1番のユークロンティアリア5番のスカーレット、第4コーナーから直線構成と、ランプは直線構成と、わずかにそのヨシーベースが先頭になった挑戦資料に、ユキアイラミユー、この地方を外からは、11番と8点12番のオーシーベシーナが差を詰めてくる、間をついた6番のユークロンティア、間をついたユークロンティアが力強く抜けてくる、粘る粘るミユキアイラミユーですが、今度は6番のユークロンティアが抜けた、ユークロンティアが抜けた、先頭はユークロンティア5位、2着7番のユーキアイラミユー、8番ティアが抜けた、接戦、スカーレット陣からのテクラ争いとなっています。吉田の渡りも間をついて力強く抜けました。6番のユーフロンティア、吉田早口の担当がいましたマッキーの3区です。2番手ですが7番のユーキーアイラブユー、2番手これは本戦2番手スカーレット陣を抜いています。そして間からは16番の SC ビフォーク。阪神競馬第8競争を勝ちたいんですが1分11秒9です。上がり 800m は48秒8、 600m は37秒4です。したのは6番のニューフロンティア、後位から最後は馬の間を抜って曲がってまいりました。最後は後続を抑え切っての勝利。2番手ですが前で運んだ7番のユーキアイラブユー、4分の3馬身ほど及ばず最後は2着。さあ3番手の争いですが SC ミホーク、そしてスカーレットジンクですが、わずかに16番の SC ミホークが3番手を確保しているように見えます。その外3番スカーレットジンク。阪神競馬第8競争3歳以上の2勝クラス。こんにちは。こんにちは。福島急レースをやってきました。福島急レース1勝クラス。レースを終えた各馬が戻ってまいります。タイムは1分11秒9です。上がりは43秒8、そして37秒4とショーカロン、サンカロン、タイムが2位になっていた。あれどうですか、上里のミスチーム、あれだから上から15、35、全然前出すんで特に何も見せない。1着6番のニュースプロリア、2着7番ニュースアイラビュー。阪神8レース勝ちましたのは6番のニューフロンティア。この辺り狭いところ抜けてくるんで、ちょっとね一瞬つまずきかけたようなシーンもありましたけれどもね、立て直
しながら、今日午前中に1万3000回以上もありました吉田大学の奇襲ですけれども、ここは単勝は1万人気の指示に応えるかことがありました。2着に7番のユキアイラブユー、3着は16番の SC ミホーク、1番人気、2番人気、7番人気です。単勝6番4.5倍、学年数の 8.8倍、馬連6番7番15.7倍、馬団6番7番30.3倍、サーレン服6番7番16番73.8倍、サーレンタン6番7番16番383.4倍です。確定まで待ってください。阪神9レースの孤独です。もちろん気象発送時刻は14時35分です。はい、まあ、新馬戦を勝ってからね、2ヶ月空いてプラス6キロですけどもね、1回使ってね、だいぶこう体に張りが出てきた感じがありますね。足さばきも滑らかになってます。2番、高森スチーフ、プラス4。はい、まあ、東京でも前回はね、少しのんびりしすぎてるかなという感じだったんですけどもね、1回使ってたらこう気合が持ってきました。3番、コンティノアール、プラス6。はい、そうですね、まだ絞れそうな体つきですしね、気合で物足りなさもあるんですけどもね、前回こんな感じで走って、はい、落としてるのでね、まあ、順調には来ているのかなと思います。4番、エルネストさん、プラス2。はい、そうですね、体をすっきり見せてね、外目を非常にうまく動けてますね、元気もいいですね、体調良さそうな一方です。5番、通過エリアでプラス15。時間かかりましたけどもね、しっかり表になしながら元気に動けてますしね、肌つやも非常にいいです。6番、デルマ外掛け、プラス6。はい、必ずパワフルな馬体目を引きますね。前回なんかね、まだ2人引きでね、少しうるさいところが、今日もね、2人引きですけどもね、前回よりもね、集中力は出てきたかなという感じがあります。おしまいに7番です。バリアントバイオ、マイナス4。はい、そうですね、一番後ろでのんびりと周回するという感じですね。パドック気配としてはね、地味に映る馬なんですけどもね、新馬戦の前回こんな感じで走りましたしね、順調には来てると思います。それでは推奨をお願いします。はい、6番デルマ外掛け、5番通過エリアル、4番エルデストさん、この3頭でお願いします。阪神9レストパドックからは6番、5番、4番以上の3頭です。判定写真です。全部で3つのレースをご覧いただきますが、これは2着から5着まで全部ハマサでした。ご覧の通り、この4頭の中では一番内の2番夏井の乙女が2着、そして一番外の10番エコロワカが3着ということでした。続いて阪神7レースの3着4着、ご覧の通り5枠の2頭でしたけれども、うち5番の小津丹次郎が3着です。続いて福島の8レース、こちらも3着4着の争いですね。今日も1となりますね。9番テイオーソロス3着でした。阪神8レースが確定しました。勝ちましたのは6番ユースカンティア、2着の7番ユーキアイラブユー、3着16番エッシーミホーク、勝ちタイムは1分11秒9でした。払い戻しです。単勝6番460円、枠連最後の880円、馬連6番7番1570円、馬単6番7番3030円、サーレン服6番7番16番7380円、サーレンタン6番7番16番38340円、副賞はご覧の通りです。ニューフロンティア、父マクフィー、母セントフロンティア、あれ、後ろの方が紹介しました。ルイチャーラブユー、スクエアラブユーです。こんにちは。馬主は平井雄さん、スクエアラブユー。吉田隼人騎手は今年の74勝目、一等の田中勝利騎手はスクエアラブユーです。東京9レースの孤独をもう一度ご覧いただきましょう。東京後半の孤独解説者は馬三郎の加藤武さんです。
シーズンビッチってそんなにいいよ、シーズンビッチってそんなにいいよ、じゃあ出世ですね、あんまり、だから石川祐希さんがあんなシーズンビッチ期待してますか。はい、期待していますね。まあ、ゼロメートル3回非常に見栄えのしてくるタイプで、まあ、前回、まあ、新潟のシートを使った後、久々の東京戦、まあ、12キロにしていたんですけど、ちょっと僕と申し上げたちょっと体、それで見てても、やっぱり感じ、まあ、一応最後にシートにテンションも高い状態でした。まあ、で、ずっと言われて、まあ、ポジション取りに行ったら、ちょっと腕でかかり気味になって、でもね、シーズン最後は勝利できての勝利でした。最後は旦那さんまで詰められましたけれども、同じような位置に多いね、先行ではね、しっかりこの場所を探し回していましたので、まあ、頭さんの勝利でしたけれども、余裕は十分だったかなと思います。それが勝利でしたね。何しろ、本当バランス抜群にいいですし、これは本当、来年になったら、まあ、気象が成長してくれば、どんな結果になるのかなと思ってるぐらいの一頭なので、ここがなんとか通過してほしいですね。シーズンリッチの話です。シーズンリッチってワーショルデーの下の7番のヒシルリアも先ほどお話を伺ったら、出世しそうだなという人がありました。はい、シルリアも元々見本で見ていた時からバランスはいいなと思っていて、新馬工事は結構でもね、全然動けていなかったんですよ。なんか、馬サブの加藤は絶賛していて、まあ、正直競馬に行って半信半疑だったんですけれども、きっちりと勝ち切った、まあ、芝の実践がいいタイプなのかなと思いますね。相変わらず体つきはいいですしね、ここでもどのくらいの走りができるのか、東京でもどれくらい芝前の声だと思うので、それに前に注目していきたいですかね。芝前の子の雰囲気があるわけだから、芝前の子難しいですね、恐らく映画だからね、ラップマイヤーさん向かないんだよ。ただもうちょっと能力がかなりあるから、何かこれだけでも条件当選するのに買わないのもったいないな。いいです、東京急レース初本国は14時25分です。一応福島の急レースやりとっています。はい、観客さんが福島急レース、観客さんの関与お願いします。私の会名はすごく前に使います。ちょっと観客の方の会名お願いします。そうですね、はい、お願いします。ありがとうございます。早稲田を卒業いたしました、元教育学部の鳩島と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回福島急レース、そうですね、まあ、グラビテから行こうかなというところですね。4枠7番グラビテで、まあ、理由としては休み明けではあるんですけども、まあ、新潟で、そうですね、3走前に福島で4着に入っていて、同じ金量55キロ、騎手もずっと秋山なので、あ、じゃあ前走詰めたか、迷ったよね、まずいな、まあ、ただやっぱり福島開幕週っていうこともあるんで、まあ、前々で競馬できる馬がいいのかなっていうところで、まあ、グラビテ選んで、まあ、紐でララサンスフル、まあ、ウィンシュクランカルマクナイトというところですかね。以上です、よろしくお願いします。ありがとうございます。ゲストでした。我々より喋れますよね。ちゃんと予想してる。さて、じゃあ行きましょう。はい、
三大の曲カメラマンとして高井温泉の別の3最上位一生クラシックの1800メートル線静岡県の東京です。いやもう気分を使う人でもスタジオ前からの発想多くのファンがゲート近くに立ち沿い集まってゲートインを見守っています。スタンドの影が芝コースのちょうど真ん中から見えます。芝競馬場、青空広がって穏やかな秋晴れ、風は緩やかに流れている。丸山じゃねえか。教わって最後はチームバットバガンです。バガンが入って。ああ、そうか、前回盛岡の芝使って盛岡の芝がスタートしました。散歩じゃん、全然散歩じゃなきゃ。9番のサルサウスさ飛び出しました。誰かめっちゃ遅れた。これを制して主婦の民主化勝浦じゃねえか。ああ、勝浦遅れた。このままでいいですか。ああ、逃げるよね。ああ、逃げれない。9番のサルサウスさ飛び出しました。てか71でめちゃくちゃ足つながってるお二人。3番手順3番カレンマックライトアメリカとなんか仲良ししそうで怖い。ヤルトが出して7番のキャンテが2番で、ツアーの1馬身半から2馬身、真ん中2番のシャープレシオ、最内1番、7番スクール、ソンは9番のサルサオスタ、ここは広がっているのか、その後ろに15番のバガンが続いて向こう正面、あの中段1から10番のマイネル・パリオンと、ソンは14番ポケット・シンデレラ、2頭の間13番、カレン・マックナイト、残り 1000m 切りました。そして後方、外からすぐ10番のケイリーマジックに切り落としていきました。今中段から戦略を持っていきます。なんかさ、福島でこういうまくり方するのめっちゃ怖いよね。なんか次残りそうだもん。さあ、残り800を切りました。この間、サンバーシーとバインが後方の下、おしまいから3頭連動した。今すぐがやりまして、じゃあもう1か8かで勝てに行きたいと思います。さあ、11番のウィンシュクラックわずかに先頭ですが、いやでもなんかさ、福島でこういうまくり方する残りよ、割と数えましたね。やばい、グラビテが下がってる。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 やばい、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 だけどほら、俺が行った方にすればいいんだよ。いや、聞くぞ、聞くぞ、あの、あ、どこだよ、あれ、あ、でも普通に、ジュシクラ、どこだよ、たぶん、ウィシクラ、頭が硬い。いや、させる、ウィシクラ、頭残りした、さすがに。いや、いける、いける、させ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 る、やばい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 、忘れもしない。でもあれだ。ウィンシュインサーブ残んなかった。あ、本当。あ、じゃあ。生まれもない。いや、やっぱり詰まりだ。やっぱり菊沢のまくりで全部変わっちゃったな、これマジで。それは知らねえ。何が飛ぶの？聞いてない。いや、計算しなかった。まあ、会議発表する間に締め切られちゃったんで帰る。命拾い。おかげで命拾いました。じゃあ、東京級レースの100リッソートング別行かれる方はどれだけ行きますか。はい、これだけ好き。やりん、じゃあ、じゃあ元気さんから、元気さんから行きましょうか。東京級レース、僕はキングズレインにしました。うん、そうですね、まあ結構素質ある馬だと思うんですけど、結構、舐められてってるなって、オッズ的には思うんで、結構ゾーイシーズンで単勝でいきたいと思います。まあ、府中の方が合いそうなんで、本領発見にしてほしいですね。はい、じゃあ自分も同じくですね、1本目2番のキングズレインです。まあ自分の POG で、自分が POG で1番に指名した馬なので、まあもう若干、まあハート要素も込みでの本命なんですが、まあちょっと札幌でのまあ新馬戦未勝利戦と、まあちょっと案外だったっちゃ案外だったんですが、まあ正直この馬かなり飛びも大きいタイプで、そのなんていうか札幌の馬場が間違いなく合わなかったなっていうのを思うので、まあ東京でならもう素質を十分に発揮してくれるんじゃないかなと思っています。で、対抗が5番のマイネル・ケレリウスですね。この馬はもうこの馬前で前の新馬戦で勝ち上がった馬なんですけど、正直まあ前だとどう考えても忙しそうで、まあ、あと前走のスタジオイヤルカップはその、まあ、マークした後ノッキングポイントが伸びなかったために、このまま伸びなかったみたいな、ちょっと展開を向かなかったレースだったので、まあ、距離も伸びて、また前回とは展開が変わってくると思うので、この馬はかなり変える馬かなと思っています。買い目としてはキングズレインの単勝6000ポイントと、
あと、キングズレイン、マイネルキルニュース、マレット、ワイド2000ポイントずつの計1万ポイントです。写真判定です。確定まで待ちください。はい、こんにちは。福島博士です。もう考えるのめんどくさくなっちゃいまして、インスタキングが本命でございます。なんかこのままネタうまこと思ってたら、そこそこなんかいい感じの計算しちゃって、なんかいいんじゃないかなと思って。なんでここはもう、結構ガチで褒めをさせていただきます。相手は2番の、ルメールが乗ってる、なんだっけ、キングズレイン、キングズレインで1000ワイドバイでございます。3番シュプリームマイナス2、はい、私の本命は皆様と同じくキングズレインです。まあ正直不中は合うと思うので、単勝1点勝負でもよかったんですが、元気さんがちょっとなんで返させていただきます。単勝2番4000ポイント、マレン2番から1番、3番、4番、7番にそれぞれ1500ポイントかける4点、合計1万ポイントとさせていただきます。正直マイネルキルニュースはいるか悩んだんですが、ちょっとこの東京には合わないかなっていう印象があるので、これを抜いた形で生まれて、皆さんとちょっとコーナーで差をつけていこうと思っております。確認予想でございました。アナウンサーやるか、アナウンサーやるか、あ、そっちから答え出ちゃう、こんなとこ行った、機械儲かる分、機械儲かる分、ロングクイーン、福祉だ、福祉だ、じゃあロングクイーンパーツ、面白かった、うっそロングクイーンの肌だ、え、びっくりした、え、メンツ面白い、どうしてそんなことあったの、ほら、ちょっと待って、福島ジュリスやろ、めちゃめちゃ福島行ったんだ、しかもサンセットクラウドは丸山なんだね。名前的にジャンカズマに原田カズマでしょ。名前的にカズマなんだ。どうしたキングズレイン買い足そうかな。多分2600で、本当は多分金銭的なキングズレインは5回目の2600だ。500買い足しようか。ずっきりでないから。丸山のセンス。同じだと。単線ですよ。単線ちょっと大好き。この見どころ。キングズリーグ対国チョコがやばいんで、コピー置いてるチョコ、コピー置いてるチョコ、チョコ3つ、チョコ3つ、みんなで覚えた、雪焼きのスプラッシュヒット、1人チョコ3つ、みんなでチョコを取り合う、チおしまい25番、15巻前、めちゃめちゃうるさい、超勝負レースだ、チケットの装置は3000円以上です。まあ、コード前のステージとかもある、アリーナのアーティストライブとかも全く有料なんですね。有料なの、福島10レース、パドックからの進出、うわこれやばいな、このレース、これメンツ面白いな、このレース、マジで3000円ぐらい、このレース、こっちのメンツ面白いかな、福島10レース、福島9レースが確定しています。高湯温泉特別、いやでも本当に暗示を見てるだけで胃が痛くなる、このレースだって、まあ、だって一番信用できるの西村だよ、これマジで。サンセットクラウド丸山とか見やすかしかしないもん、西村、いや西村もうローカルだったら全般買えると思う、新潟と中京、新潟と中京、まあ、そこら辺間違いなく買えるんだけど、小倉でも買えるでしょ、すいません、お金買えていいですか、はいです、生まれをまた2回させていただきます、おお、やっぱり社員メンバーじゃん、ちょっと福島だったら買えると思う、キングズレイン頭は硬いと思うんです、生まれに来ましたら馬単で勝負です、キングズレインちょっと正直頭硬いと思うので、ちょっと生まれんではなくあえて馬単で行かせていただきます。ではまもなく発送の特化操作部です、配信ご覧の皆さん、テレビとかでも、ね、映ってますので、競馬自体が
にゃんこぽん、去年のおにゃんこぽん一緒に配信も一緒に見ていただければと思います。おにゃんこぽんだって2000、おにゃんこぽん10年2000からそのままに2000で打ち合ってもらえば、まあ、イサキ普通にそうね、あと高竹だもんな。フォトショップシルバーピムールがバルブキャットシズリッチか、あ、じゃあ、いや、違う、インサキンか。キングズレイン、本当にルメール、ルメール頑張れ。セレクトロックのマイナルビジョンが出ていきます。リードを一番しておりました。やっぱりケレリウスそうだよね。2007前いけるよ、カナウマ。1600は他に忙しかったもん。5番のマイナルケレリウス、1から1マシン、2番のキックトレインズとは8番シルバーティブールが並んで、いやこれはそう、いや2号どっちもいいとこ取ってくれてる。ただね、うちなのに。ただね、1は1番から最高。マイケリウスからあえてやるの。いやまあ、それは1600から2000伸ばしてるから、それはかかるのしょうがない。でも、むしろ恋取れたってことの方が大事だと思う。ヒムルニアが明日ブレデルコ、ちょっとコーナー駆け上がってからやっぱきついよ。ちょっと本当にああいう男だからね、本当に低いとこ出してあげたいと。ちょっと明日で D チャーできついやつみたいな出してあげて。あ、本当に一番の不安要素、本当にそう、たけしからルメールに乗り換わっていることだからね。全然いいですね。結構ルメールガシガシしてるんですけど、いいですね。ちょっと怖い、怪しいですね。何がやけばって感じで、ちょっと衝撃感があるんですけど、どこが怪しいですね。今ね、右下が一番きついですね。キングズレイン、前開いて、前開いて、前開いて、ガシー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 、いや、ちゃんと500回としてよかった。おめでとうございます。キングレイン。いや、まあ、そうよな。リアルバケン当たったのがマジ嬉しい。いや、素晴らしい。いや、今日も、今日感覚的なのリアルバケン。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。メインでまた。お願いします。メインいっぱい来てもらいます。いや、キングズレイン、すげえ強いわ、このまま。また当たった。そうだよね、やっぱ札幌で進化隠されてたよ、このままじで。切れないね、これ。めっちゃ当たってる。やばい、また当たってる。これ勝ったでしょうね。ちょっとケレリウスはちょっとケレリウスちょっと確かに人間だけどやった。ケレリウスちょっとかかった分飲み役目だかもしれないな。人気を出すしかない。そうまた2000使って、そうそう、ちょっとまあ意外性能が2000伸ばしたこともあるこれはババで美味しい。なんかね、中華料理屋さんの中華料理屋ちょっと待って、ちょっと待って多少最終的に何倍ついたこれ。4倍はつくる。え、これ5倍はつくでしょ、さすがに。5.7、おすげえ。これ5.3だ、5.3。え、5.3 でキングスレインの差しで 5.3 でかすぎるだろ。いや、2から21丸してばいい。21が多分24.9倍。おまた22.3、22.3。 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 22.3。
22.3 だっけ、22.3 だっけ、じゃあ先に阪神9レースというと、先にじゃあ阪神9レース、はい、行きましょう。はい、阪神9レース移動していただきます。あ、じゃあ、ごめん、8ですか。阪神8です。ごめん、言い間違えた。これ東京です。阪神9レース行かせていただきます。4番のエルデストさん本命にいたしました。こちらの馬は、3走して2着2回1着1回と堅実な走りをしていますので、馬連の流しの軸とさせていただきました。馬連の流し4番軸で1番3番に流す1番3番でワイドボックス413の3点で、各2000ポイントを使わせていただきます。3万4,000ポイントです。また33,450ポイント、単勝が21,200ポイントなので合計54,650ポイントです。自分も、本命はキングゼリーより単勝で、33,800ポイントです。自分単勝 1.1 万だったんで53,000です。いや、我々見る目ありますね、これは。これは我々が見る目あったと言わざるを得ない。これは勝利、我々。あれは舐められすぎです。これは舐められすぎです。自分クリームファクシーでも出てほしい。ダービークリームファクシーも今日の勝ち方見たらダービーいけるだろうな。意外とルーラーシップ見るから。そう、今年だってダービールーラーに選挙されるぞ多分。だってドルチェモアもダービーダービーいけるでしょ、あの勝負するのは。去年対戦ディバイドもこれだからルーラーシップ失敗したかもしれない。もちろんこれさ、今年さ、POG でルーラー3本示した自分、マジで見る目ありすぎるよ。だってルーラー3本全部勝ち上がったの自分が選んだけど。キングズレイン、クリームファクシー、ドルチェモアとか全部勝ち上がったの、これで。あ、よかった、よかった、ルーラー、忘れ物かと思って。バトルくらいの感じで、3歳が強い。もう覇気がない感じで、動きもまっさりしていますからね。パドックで抜け入ってね。メンアットワーク。メンアットワーク、そう。メンアットワーク、そう。以前、キングズレイン、マジで本当にあれ、強すぎるな、直線だけで、ほぼ直線だけのテーマで勝っちゃった。予想するね。ヒラヒラしていますかね。太い感じはないですけど、今日のウィンドムズすぎる。今日のウィンドムズやんなくていいよ、こんなの。アルゼンチンが難しすぎるんですよ、宮古と言う。いや、でも奥は帰ってくるよ。奥は絶対帰ってくる。あ、違うね。ちょっとウィンドムズやっていいですか。東京キャベツ、パドクバーの推奨馬は6番、12番、2番、15番、以上の4頭です。ちょっと待って、いいな、怖いな。よし、東京系です、確定です。おめでとうございます。番組でピンハイキープ出ろうかな。2着1番3着7番の勝ちタイムは1分59秒7でした。いや、てかそうそう、てかルメールは次の、ルメールが乗って 5.3 倍ついたってもすごい話だよね。1160円、馬単2番1番2230円、3連複1番2番7番2750円、3連単2番1番7番13470円、副賞割はご覧の通りです。あと直前にパッドで500買い出した。
あ、それ面白くしよう。同じ名の感情で俺はね。あ、じゃあ、はい、じゃあ出しちゃって。一応ね、ちょっと今なんだけど、デルマ戦闘がけね、これあれあれなんだよ、なんか和田の一番外にいるのも和田なんだけど、代理に持たれる癖があるっていうあれで、なんかそれが2番人気だから、まあ一番で、で、まあ川田の、まあ、あとはまあ松坂で、で松坂の、まあ、まあ僕らはダメだったけど、多分牛座神になってマジかな、来るかな、なんか、そんな感じかな。2番の里のミスチル、POG 馬ですけど、いや、出ないですか？この馬いらないんで。いらないの、いらないの、POG 馬。POG 馬にひどい言い方だよ、自分の。里のミスチル、なんか、要素もない、強くもない。一番、絶妙に困るんですよ。でも、イントゥミスチルの参加だよ、なんだかんだ。なんだかんだ、イントゥミスチルの参加の良さも。外じゃないとダメだわ。エルデストさんが下げました。そして川田3番ゴミノワール3と1だ。そのバリアントバイオって今2番人気なの？マジか。バリアントバイオは初戦の勝ち方めっちゃ強かったけど、まあ初戦がちょっと、まあ、逆に言えば怪しいか、そういえば。7頭立てだからすごい。実況もなんか若干回りくる7頭ですね。そしてその後方はほぼ1段、内から4番エルデストさん、川田優雅、5番の周回リアル、三幸秀明、そして後ろから1番の星をかける7番バリアントバイオ、和田龍二。さあ先頭から最高方向は龍二、そこ入れるの？あとはこれから3コーナーを迎えるところです。バリアントバイオまだ追わないよ、マジで。リュースどこ狙ってるあれ。エルデストさん、まだまだ。おー、すげえ、バリアントバイオ、どこ出すんだあれ。やばい。リュースどこ狙ってんの、マジで。あ、やばい。リュースどこ狙ってんの、マジで。いやー、でも残ってない、外掛けだ。1、あー。おー、里の道行く3着来た。これはダメだ、移動しいわ。いや、こいつとさ、3番ワイド買っとけばさ、自分のさ、POG も買わせるよかったでしょ。自分が POG だと思いが同じだったよね。もったいなさすぎるって。おまけにその POG を買えたら想定350円です。50ポイントですよ。川田さん、いや、川田、バイク2、6、3って言ってもバイクはこのまま評価されるのみたい。マジでさ、川田と龍二がひたすら何やってんのってレースだったんだよ、これマジで。こんなことある？マジで一番穴のやつが、まあ、外掛けは出てたでしょ、最後、うん、外掛けで1着、コンティノは2着、サトルフィッシングで受け出してる。今日のカードダメだな。で、呼んで、あの、リュウジ必殺の5着かもやったよ。もう昨日からリュウジ面白すぎるし、もう人気を持ったことだけど。これはちょっと決着面白すぎな。福島10ですよ。福島10です。早めに出した。福島10だよ。こちらも写真阪神10ってなんだっけ？阪神10のメンツ見て福島やろ。オンパブリとか同じ。あ、どこもですけど、まあ面白そうだなぁ。ドトンボリステークスは面白そう。金州ステークスちょっと、なんか、それは、金州メンバーに、金州バトルクライと。あ、そうか、バトルクライ VS。あ、どっちやろ、東京特徴どっちやろ。僕、東京やります。悩む、福島もやりたい。いや、そう、長距離の専門家としては福島やるのが正しいんだけど、長距離戦のわけだ。10レース全部面白いっすか？10レースか全部いいっすか？10レース全部やる？あ、全部やってもいいんじゃない？10レースか全部いいしますよ。全部やろう。
10から新宿はやりたい。はい、じゃあ、じゃあやりたい人もやりたいの全部やりたい。林どうする？林がよければ全部やる。あ、じゃあ全部全部全部やろう。はい、ということでアナウンサーさんマイクマイクちょっとマイクアナウンサーさん説明お願いします。てか、いつらの授業はどうさせるかちょっとねグラムでしょ。いやちょっと福祉なんで何も言ってない。障害電柱それ止まっちゃってマイク阪神10連覇ただいまグリーンチャンネルでは阪神10レースのパドックが映っておりますが、そこから10レース以降を皆さん全部やるという予想を全部やるということですね。皆様のポイント、まあ、ポイント増えたって別になんてことないんですけども、ポイントいくつ増えるでしょうか。皆さんもぜひ一緒に予想していただいて楽しみましょう。以上です。ありがとうございます。まあでもね、これはね、正直ね、生身だもついいんですよ、実は。わかります、わかります。実はね、なんかいろいろね、面白いのに釣られるけど生身だもついいんですよ。俺はもう楽しみ。僕はジャンカツ、ジャンカツもわかる。でもね、まあ、とりあえず、出来次第ね。あ、じゃあ予想できない、もう福島10レースは予想できた人から読み上げていいですか。そうですね、そのマイナス必要でしょ。あれがちょっとあの方と思いましょうけどね。まあ、おかしいけど、みんなが感じよりは一緒だけど、少しでも遅くなったという感じもありませんし、こちらでも非常に何人かから出せるような判断しているのもありますし。日本テレビの中にちょっと軽視してるボリューム感、ね、にも力強さがありますしね。長いと思ったけど、8番、モメナラビさん。え、むしろフェッション2000の方が絶対いいタイプなんですけど、マイルドの今だと思った。岸さん、ここに小系のプレミアまだありますか。ちょっとね、から受けてる感じもありますし、ちょっと停車ですね、やっぱりあれはやっぱ休み明けの休み明けしようって感じ。投げていいです。いけます前に動かされてる。どうしよう、なんかこれさ、三陸鉄とかも予想したらさ、リアルバッケまで書いてよ、これは。あとはやろうか。それでは推奨番お願いします。6番できた人から今言って8番オメガラビさん、2番ジャスパーシャック、以上お願いします。阪神10連覇ブロックからは6番1番8番。あ、そう、40分に発表しましょう。ロビンズリオを買いたいな。東京11レースの馬体重の増減です。おっ、おー、じゃあマイネルファンのやばくない。プラス16、ここで数回やったぞ、これは。やった、マイネルファンの。でもユーキャンも地味にやってんだけど、なんかあれだわ、あのさ、10レース終わったら、ちょっと10レース終わったら、あれだわ、さくらこれを買い出してるから。あ、特別企画、さくらこれを買い予想。9番プラス2。あ、じゃあ今やっちゃったの。いや、多分その一応選手も見てくれる。12番プラス16。あ、なんで BSL の感情映んないから。でも今の状況で、でも今が一番時間空いてるからじゃん。だってかラストドラフトのプラマイゼロがマジで仕上がってるか、あるこれ。ガチで仕上がってるぞ、この18番マイナス6。もう手入れる必要一切ないっていう感じ、マジで。続きまして、福島11レース、フルーツラインカップ、フルーツラインカップの馬体重の増減です。福島10レースの方が面白いまであるよ、11レースの方が。3とプラス3番プラス10、4番マイナス4、5番プラス10、まあ、中位置でプラマイゼロで行ってこれたら、7番プラス5、あ、じゃあ福島10レース、8番マイナス2、はい、9番プラス6、はい、福島10レース7番の生ビナブツにいたしました。この馬はあの前走札幌で芝 2600m で2着ということで、はい、実績も大丈夫だと思います。騎手も西村さんなんで多分大丈夫でしょう。はい、阪神10レース
はい、福島10レース、僕はジャンカズマです。僕はもともと集中力が課題だったんですけど、中間障害練習して結構集中力が上がってると思うんで、まあ、2、6でも楽に逃げれて持つんじゃないかなと思います。で、単勝10番5000ポイントと、あとワイド6番10番5000ポイントです。福島10レース13番クラウンシュタインです。まあ、このまああれだね、あの前走なんか2000使ったんだけど、多分長い方がいいかなっていう。前々走はかなり強い競馬をしてて、まあ3、4カードで待って、で前を捕まえに行くって競馬をして、まあ2着だったんだけど、勝ち回りは強いかなと思ってるので、とりあえずここで、いや、あの丸山は買いたくないので自分本命は、7番ナムアミダブツですね。まあ、基本的に、まあ、福島の2600で結構、まあ、特殊っちゃ特殊なので、まあ、ここに実績のある馬から選んでいくのが一番正解だと思うので、まあ、そうなると、まあ、ナムアミダブツが一番硬いかなという予想ですね。まあ、安城の西村敦也も多分、まあ、このレースに出てるジョッキーの方は多分ダントツにうまいと思うので、もうジョッキーの差でもこの馬を買うべきかなと思っています。一応対抗が9番のロンギングエオですね。ロンギングエオも一勝クラス福島で勝ち上がってて、しかも、まあ、勝った相手のグランシエロが自分は強いと思っている馬なので、まあ、その場に勝っているロンギングエオは、まあ、結構やれる馬なんじゃないかなと思っています。正直安城は不安ですが、ロンギングエオ対抗です。あと3連服も、あの3連服は4点に流してるんです。その本命対抗から4点流してるんですが、まあ、これもみんな福島で実績のある馬を選んでいます。馬の加藤武さんです。どうぞよろしくお願いします。本命はサンセットクラブ、丸山っていうのがちょっとあれなんですけど、あの実績にしてはやっぱり一つ抜けていると思うので、あのジャンクマンも買いだったんですが、ちょっと距離的にどうかなと思ったので、単勝勝負でいきます。1点倍一番ポイントでございます。今書いてます。ちょっとまだ予想を組み立ててない方がいらっしゃいますが、ちょっと待って、桜これを変えよう。レースまではこのメインでやって、レースが。ルカさんの予想を伺いいたします。はい、私の本命は7番ナムアミダブスです。長距離は基本騎手で変えるっていうのは鉄板だと思いますし、この中で一番前の西村じゃないかなと思います。で、最初はちょっと、ナムアミダブツか三連ジャック、パドックが一番良かった5番の三連ジャックとか、あと、13番のトラウンシュタインあたりに流そうかなと思ったんですが、ちょっと、やっぱり満場頼り基地かなっていうのもあるので、すいません、書き間違いがありますね。失礼しました。3連単で1着が7番のナムアミダブツをかけさせていただきます。そこから、2着3着それぞれ5番の、サンデージャック、9番ロンニングエーを、10番ジャンカズマ、13番トラウンシュタイン、15番スカイテラスの20点かける各500ポイントで勝負させていただきます。ちょっとサンセットクラウドは来ません。まあ、正直サンセットクラウドを信じるか信じないかを変えて次が始まっていきます。サンセットクラウドを疑問視する声が多い。この私準備入れてるよ、サンセットクラウド準備入れてるよ、サンセットクラウド。どうなる詳細です、展開ください。パニック特です。前で創設シリーズとも予想作ったら、正直、まあ、生身ダブツ、まあ、消去法で、ね、出てくるパターンもあるから、ただちょっと頭あるかちょっと分かんないから、単勝パッターはちょっと間違いだったんですよ。僕、3連単で頭いってないんですけど、3連服の軸だったら生身ダブツより絶対いいんだけど。まあ、福島10レースが始まります。
皆さんチームで。いやこれは結構、いやでも割とそう、やっぱこういう長距離戦はね、マジで面白いですよ、うん、ハルテンが一番好きです。いやなんか本当にさ、ステイアーズステークさんってなんかお散歩合戦とか言われてるけど、普通に面白いからね。ステイアーズ面白いですね。空気の、そうそうそう、悲しすぎる。なんかあの冬の中山に実によく合うんですよね。ステイアーズステークス。去年初めて現地で見たんですけど、ステイアーズ。本当になんか、なんとも言えないような、胸にぽっかり穴が。で、出てるジョッキーもあれだから。スイさん2勝クラスの馬がなんてシレットステイアーズと混ざってるから、だってアスキーが去年紛れ込んでたから。奥で死ぬほどガシってる人いるんだけど、誰あれ。ダノグレーター菊沢がガシ、めっちゃガシガシしてる。あれ？ダノングレーター俺買い目に入れた気がするけど、そう。あ、入れてた俺ダノングレーター、やべえ。やっぱりもう、行きやすいじゃないかな、それ。ジュニー見たっけな、もう。入れてないから。やばい、見たやつ。これガチヤバなよ、話できた。めちゃくちゃ痛い。サンサルとしたらない。え、10番って誰？ジャンカズ？ジャンカズ逃げてる。ジャンカズ逃げてる。ジャンカズが逃げてる。ジャンカズじゃないよ、ジャンカズ。頑張れ。前行ってよ。あ、サンセットクラウド積極的なレースアップ。まあ、待ってみよう。でもさ、そう、丸山のさ、なんか丸山のね、福島の長距離っていうとさ、なんかね、何番だったかなんか忘れたんだけどさ、なんか向こう正面突然なんかさ大まくり始めてさ、なんだこいつみたいな。まあ、どういうレースか忘れたけどな、とにかく丸山のクソアプリ射角かけたことだけ覚えてるし、あれなんかめちゃくちゃサセットクラウド本命クラスの馬で最高峰まで下げたあたり大まくりかけたのよ、2周目の向こう正面で。何をやってるの？生身の物は逃げてるので、ね、ここがやばいな。いや原田和真は、あでも原田和真も結構いいポジションを取っているよ、割と。あとは向こう正面出るまでにしっかり前と詰められはあって、ただめっちゃ手動いてナロンギングよ、まあ、強いのかもしれないけど、ね、なんか家族一番良かったとするのは何かの国ですかね。まあ、基本的に機種のセンスが問われる、やっぱ直線よ。一番機種替えが制するのが直線だから。やっぱ銃残るやんね、もうこれどう見てもジャンカズ残るのいいんですけど、後ろ全然来ないんだけど、マジでジャンカズ買ってないから外れたかもしれない。あ、生身来た、生身来た、生身のうち来た、見せてくれ、西村敦也。アツヤ、なんで後ろ見てんの？アツヤめっちゃ後ろ見てんだけど、なんであの前に見えた？アツヤなんで？アツヤ、おいアツヤどうして？アツヤ、アルタいける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 。え、ごつましょう。ゲリゲリ。おお、トラウスタイン。おお、トラウンシュタインの本命。いや、すげえ。3勝1本。おめでとうございます。いや、これさ、独自路線で指したのがすごい。みんなだって違う場に流れた中で、さくらこれを買いをする。1番10レース、3ビッグ特別、トラウンシュタインの1着、2着は2着4番シャインユニバンス、3着に、私の本命サンセットクラウドということで、まあ、じゃあ的中された方は、的中された方がいらっしゃいます。トランスタイン脱走1万ポイントおめでとうございます。トランスタイン何倍って結構すごいでしょ。9倍は想定9.9です。あれ今回の一着ごつまいしょって一応一着賞金結構、いやこれ完全に差をつけたでしょ、トラウンシュタインは。99,000ポイント。ちょっと待って、これ怖いな、どうしよう。もう差をつけられる。
全員かぶって。あれ、ごぞましと、ごぞましと普通に結構当ててんの今日はね、参加した中で4分の3だよ。すげー。すげではさくらこれを変えを当てる。ケイサークルのケイサークルの東幹久がさくらこれを変えをズバリ的中させるというこのコーナーです。15番プラス1、16番プラス6、以上、ミヤコステークス G3 の馬体重の増減でした。福島さんでは、さくらプロ会オープン、どうぞ。ブレイクアップ、正解です。おお、正解ブレイクアップです。よーすげー、ありがとうございます。この何の意味もない予定は。じゃあ、温かそうどうぞ。アルマと、思考が一致している。複雑な気持ちです。はい。じゃあまあ分の4、これもでもこれもこれも成績に加算されたいです。いや、まあ、特別点後だけでいいんじゃない。現実点は一番でも単純に今1位なんで、まあとりあえずはまあもうちょっともうこれ全部持って帰った感じはあるけど、じゃあ、東京10レース、まあ自分から本命、自分はメアートワークです。もうなんかさっきハヤブズビーチは大気だって書きましたけど、もうこれ狂気だと思ってるので、このままマジでもうなんだろう、まあ、絶対にこのところで負けてほしくはない馬なので、単勝1番で、1番でいきます。東京10レース、本命 2頭ですね、6番と12番、バトルクライのメアトワーク、こちら 5馬3歳のダートバーなんですけど、今回のダート3歳はダートの3歳世代がめちゃくちゃ強いと思っているので、こちらの馬単ボックス6、12各5000ポイントを引かせていただきます。11番マチリプラス2。じゃあ、出来上がっている方に行きます。なるほど。こちらに13番コールアラグーマイナス4。私が、本命メインアウトワークなんですけれども、本当クリーンスレイトを相手に入れたかったんですけど、ちょっと不安要素多すぎて、よさげなアンダークロストに、ルメール、そこからバレンで1点買いということで、ですね、まあ、ダントツ一番人気のバトルくらいは飛びます。以上でございます。あ、ちょっとごめんなさい、あと10秒です。まあ、まだあと2分ぐらいあるから大丈夫です。じゃあ、行ってみます。東京10は本命バトルくらいですね。まあ、前出てきてメアートワークと比べた時にこっちかなって思いました。で、まあ、3連複で、まあ、4頭流して 6.59500 ポイントでいこうと思います。で、この15番のドンカモン結構自分押してて、東京マイル結構外の先行が有利だなって思って、今回展開とか、まあ、条件もきそうなんで、これを押していきたいかなと思います。ドンカモン父になる、母子ドランという結構
アルキョみたいなこんな拮抗してるレースですから、私、行かせていただきます。はい、ギリギリになりました。申し訳ございません。最後、私、行かせていただきます。私の本命は6番バトルクライです。それで、東京に相性いいこのファミコンと、まあ、最強メンズアットワークということで3連複フォーメーションで6から32、123からの1、2、3、7、10、12、13の800ポイントかける11点で一応メンタル30人を届けるために生まれ6から2、15、645ポイントかける2でやらせていただきます。お疲れ様です。メインレースしかやらない君です。はい、金秋ステークス間もなく発送でございます。時刻は3時を回っておりまして、そろそろフジテレビでね、みんなの競馬が始まった頃でございます。配信ご覧の皆さん、フジテレビと一緒に YouTube、 見てる人いないだろうけど、フジテレビ一緒にご覧になってください。では、発送でございます。そういうこと言わないです。見てくれてる人はいるかもしれない。じゃあさ、もうじゃあ東京10レースの単勝の同じオッズが上げよう。そう、ブレイクアップ的中ってことだった。エコロファルコンやることは一つだから。そうそう、それ今日東京だと何もやっぱブレイクアップ。あ、待ってね。あ、じゃあもうゴールでいいよ。そのまま1分20秒間下げ続けて、じゃあ16いらないんだよな。メガトワークただそう、アンジロクリスチャンだけはバイオスだよね。ただね、バトルくらいが強いよ、絶対メガトワークとして。いや、ジュニーとはそれ強いよ。いや、でもバトルくらいより絶対強いよ、メガトワーク。まあ、逃げずに連勝してきてる。あれ、髪は、宮川さんのやつで作っていただけると特別予想。肩書きはじゃあメインレースしかやらない君で最悪じゃない。いやもう目跡もうなんかもう違うだろうってことや。これどう、あれ、いやでも届かない。あれ、ちょっと届くでしょ、届くやろ。ちょっと待って、バトルクライどこ行った？うちダメか、目当ては届かないか、すがに一緒に行った。12、3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 2、
違った。まあ感動がいるのに。バトルくらいちょっと1着とか1着いけなかった一応鳥が見れず写真撮ったからっていうか3着ないですか小崎とクリスチャンだったら3着13番13番か13番のクリーンスレート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 クリーンハンシン10ハンシン10は僕はもう待ってるのがいいんですけど競馬の終始だから悪化を抑える最大のコツっていうのは寝坊することですから起きたら4時半だから競馬やらなくていいんですよとって、とりあえずマイナスの前提そう、そう、そうプラスになることなんてあんまないんだから皆さんお願いしましょう
ここで、メインレースだけやるくんの紹介をしていただきます。アウトサイダー予想会、バージャーライブ本当にアウトサイダーですね、物理的にアウトサイダー予想会、物理的アウトサイダー、メインレースだけやるくんこと皆川です、よろしくお願いします。ウィンファイブをやってるってわけではございません。確かに。ウィンファイブは本当にやらないわけですから、桁1個減ったんで、コードなんだけど。本当にやめたほうがいい。ね、これボケたからよくやったら嫌です。また6番2番 22.3 倍、3連単6番2番13番 52.9 倍です。じゃあ道頓堀ステークスをちょっと、はい、じゃあ私も15時10分発送の道頓堀ステークス、予想枠に上がった方から発表していただこうと思います。私の本命は、2番ジャスパージャック、こいつは前走で私にハミルトンのバレーをもたらしてくれた馬でございまして、そこそこ思い入れがあるので、あと川田、川田で高収入、はい、以上です。川田で高収入できる、マジできません、まあ、それは川田が落ち着かせるのも、僕川田です。デビレスやると何だったのか、デビレスやると何だったのか。でも今日阪神は変わらず来てます。阪神もどうせ前残りじゃないの。前残りですよ、阪神。阪神一番硬いですよ、今。なんか硬いとこ買っても面白い。まあ、なんか喋んないと。寝坊が遅れないから。寝坊じゃないけど、競馬我慢しただけだから。はい、じゃあ自分のオートマイステックスいきます。お前3番のワンスカイでいきます。この馬なんか、まあ、結構なんか、まあ、3勝クラス入ってからも、まあ、わりかしいい勝負してて、まあ、もっとやる、本当だったらやれる馬だと思っているので、まあ、福永が、前走から継続騎乗ということで、まあ、より手の内に入れてくれるのではないかと期待しています。対抗は8番のメガラビさんで、単勝、ワンスから単勝5000ポイントと、あと、馬連38、馬連とワイドを38で1000ポイント。あと、3連単で、ワンスカイを頭に固定して、メガラビさんを2着3着、どっちでも OK で、2、7、9に、各500ポイントずつ3連単買いたいと思います。はい。ルカです。本日の勝負レースとして、阪神10レース行かせていただきます。本日の10レース、阪神10レース、本命馬は1番、モンファブリとさせていただきます。夏に、札幌や函館で十分に頑張って、2着3回、1着1回と安定した成績を残していて、もともとモンファブリってすごい極端な競馬をする馬だったんですが、極端な競馬から安定した競馬ができるようになってきたっていうのがあります。そして、こいつはやっぱりデビュー戦でレコード勝ちしてるだけじゃなくて、能力がやっぱりこの中で一番高いと思うので、モンファボリでいいと思います。で、一応相手に7番ブレスレスリーも入れさせていただきます。アメリカンペイトリオット3区の中ではこいつが今のところ結構上位なんじゃないかなっていうのがあって、で、上位一番人気なんでしたっけ、キミアクイーンはまあ来るわけがないので置いといて、川田で高収入はまあ無理なので、川田で高収入ができたら多分世の中にみんな来てハッピーになれると思います。ということで、モンファボリの単勝8500ポイント、そしてモンファボリとブレスレスリーのマネ1500ポイントで勝負させていただきます。はい、阪神10レースに行かせていただきます。8番の本命は8番のオメガラビさんにさせていただきました。この前、これまでのレースで、1着との差があまりないということで、結構安定して上位に食い込める能力はあると思うので、ワイドボックスで678各3000ポイントと3勝の8番1000ポイントで行かせていただきます。中川さんが、はい、メインレースしかやらない君の順面予想です。もう名前嘘ついてる。
予想です。じゃあ阪神ジュレーズの大友ですね、舞台予想したいと思います。本命はお宮原美さんですね。あの結構そうですね、あの言ってた通り結構毎回堅実に走るので結構阪神合うと思うんで、はい、ちょっと横山だけ横山監督にあの託したいなと思います。結構ね、あのここから入る方つくんでお詰めもやるかなと思って、で、まあ、相手はプレスレスリーもともに、そうですね、まあ、大体なんかいろんな人のパクった横みたいなことがあるんですね。はい、じゃあ阪神ジュレーズでどうぞ。2番6番1920円、また6番2番2230円、カメラハートかな。2番6番1920円、
なんでだよ。ということで研修ステーク確定いたしました。はい、一応押さえで買った馬、一応押さえで買った2番6番の馬連が 19.2 倍 ×600 ポイントで 11,520 ポイントで、ほぼ元返し程度ですが引き継いいたしました。おめでとうございます。ガミリかと思いますけどギリギリ取ることができましたね。ドクハラアナウンサーすぐ来ました。ドクハラアナウンサーいいな。ドクハラアナウンサーが今学生ドクハラって落ち着きがあるのはいいですね。音が入ってるからさ、気合いの早いですね。体も非常に弱く使えてます。って言うならどうなんだな。なんとか言えないかっこいいのが怪しくなってる。体の山って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 体の山大体姿が立つ。ウィリアムだろう、そういうなんで俺こんなに言ってるかわからないんだけど。ウィリアム、うん、ウィリアムでも強いじゃん。強いの強いけど、これ中山専用機じゃないの。いや、中山専用機じゃないけど、これも阪神ですよね。あ、てかさ、名称土俵あるでしょ。土俵、土俵、辻の杉土俵、土俵あるよ、この前。このまま休み明けたらしいよ。このまま休み明けいけるし、何よ、重症で長いケースで買うチャンスだよ。なんかそういうのハッチの耐性ドレコン電車が出たらハッチの方が出てるんだよ。ただドレコンも完成度は絶起して触ってね。毎年毎年昼から来ますから。12番、秋のアレグリア。大丈夫です。マイナス2キロですけどもね、だいぶ体が大きい。ああ、おかしい、お前、セリーズ2頭いるから。フルタイカップ。フルタイカップ。ああ、自分も出せます。福島通一レース、フルタイカップ。正直、福島通一レースの方が面白かったと思うんですけど、それでは、予想をお願いいたします。まず自分から、本命次長のマーチリリーです。マーチリリーは2走前、同じ福島1150のアガタラステークス2着なんですが、基本的に福島とか中山、福島の1250だったり、中山の1200だったりの、ダート1200だったりの、芝スタートのダートコースって基本的に外枠の方が有利なんですけど、マーチリリー、これアガタラステークス2着の時1番枠からスタートしてるんで、まあ、フリーター枠からやっぱりいい勝負ができるのが基本的に強いと自分は思っているので、まあ、今回逆にその11番でもう外寄りの枠引けて、かなり枠的にはいい枠引いているので、まあ、チリリー多少5000ポイント、あと相手は、まあ、ネレイトですかね、まあ、スピード結構あるので、まあ、もしかしたらダートでもいい、まあ、意外と接触とダートの1100、新潟の接触とダート のこういう関係にダートって結構リンクするので、まあ、ネレイト意外といけるんじゃないかなと思って、マレントワイドの相手にしています。市場なんですけれども、私なんか音楽用語が入った馬を買わなきゃいけないという呪いがありまして、10番サウンドカナラを本命にしました。よく見てみたら、なんかワルツソーランとかいう馬がいる。サウンドワルツ、なんかちょっとあれですね、まあ、千馬か牝馬かっていうとあれなんですけど、とりあえずワイド80の一戦台、正直このレースわからないんで、まあ皆さんの予想に期待したいところでございます。じゃあ稲川さん、始めようかな。はい。
ウルトラインカップレスね、ウルトラインカップですね。去年のウルトラインカップはね、芝の 2600m だったかと思うんですけどね、あのコロコロやめてくれるし、芝の 2600m だと思って買う人もいるかもしれないんでね、本当にやめてほしいです。で、あの、はい、あと1150ということですけどね、本命はワルツポーラン。あの、1年間ね、ずっとね、1年間ずっと芝スタートのコースやって、中山の1002とか中京の1004とか。できたら、まあ、福島の1150の、まあ、気持ちメンバー楽な相手で、やっぱ芝スタート上手い馬っていうのはいるんで、絶対。で、そのやっぱ、どんくらい、3コーナーでポジション取れるかっていうのが福島の命なんで、まあここはね、来れるんじゃないかなって思っております。参上でよろしくお願いします。はーい、行きます。ギリギリでちょっとこう気負い気味の周回ではありますけれども、はい、また、はい、私ルカちゃんです。はい、ルカちゃんのフルーツラインは、まあ、2番の大和構成ですね。はい、まあ、特に理由はないと言っちゃないんですが、まあ、ここ数戦本当に安定する馬なのは事実で、まあ、そういう馬が今回このレース結構多いんですが、その中でもまあ一番理由は母、あの大和構成のお母さんの名はメルティーキスということで、まあ、メルティーキスならばフルーツ並みは甘いので、これ軸でいいんじゃないかなと思います。で、相手が、前走、ダート先行者の、5番ムジック、そしてあ、うん、名前というよりも久しぶりに両馬になって結構いいんじゃないかなと思って8番をレッドボーラン、あと何にしたっけ、 あとはまあ上位人気のアラタラステークス2着のマーシーリア、ここ3馬圏内に入っている12番の次元、あと1頭穴として狙ってみたいのが、まあ、結構ダート1200ぐらいの距離で好成績が多い13番ゴールドラグーン、以上5頭の相手とした3連国1等軸流しをでやらせていただきました。次お願いします。はい、フルーツラインカップ本命は12番次元にさせていただきました。こちら調教の方で自己ベストに近い時計をもう余力十分でマークしているということで、成長分が素晴らしいものがあると思いまして、こちら本命させていただきました。相手としては2番の大和構成を選んでワイド1点勝負1万点で勝負させていただきます。ラストドラフト人気すぎだろ。おい、ミラコーセってそんなにうまいんか。あの、俺がちょっと宣伝しすぎたかもしれない。まあちょっとね、ちょっとあまりラストドラフトの魅力をね、これ自分がね、得すぎたらしい。まあ、フルーツラインカップ、本命は大和構成、おやしはスキルと3戦3勝っていう、まあ、ただそれだけです。さあ、準備会で。キングドラゴンのいい感じだ。以上、フルーツラインカップの予想でございました。今、グリーンチャンネルでは、東京11レース、アルゼンチン共和国杯の馬入りが映っておりますが、まずは女子の11レースで肩慣らしということで、皆さんの予想が外れるように粘っております。すげえ、やっぱ勇気集まりマイナス12なの。そうですよ、聞いてねえぞ。でもユーキャンって言ってさ、阪神大賞典勝ったのに確か500キロとかだったと思うから、そう、別に全然出来落ちたことはないと思うんですけど、まあ、完全戦ならいいんだ。そう、いや、そうそうそう、まあね、そうだって G1 で戦ったのがここに降りてきてるわけだから、普通にあれでしょ。いやー、点とか2番を結構強いやつなんですけど、いや、ユーキャン、俺去年は収集してたんだけど、ダーモンドやっぱり勝ったんだ。ダーモンドが勝った時に意味不明に4着来て、そうそう、あれめっちゃ強いなって思ったんですよ。それ以降は、いやでもさ、安定が良くなかったと思うんだ、正直今までの。開いたやつだけ。いや、じゃあそっちはね、いや、よく、いや、浮上回る、浮上回る。ああ、それは確かに。ユーキャン絶対浮上回ったの絶対良くなかったと思う。ファンの絶対調整失敗したと思って、これは手塚何回言っても分かる。結構太いよな。レインカルナティは菅原手だけど抑えるかしら。
だから一応この勝負レース自分当てたってことになるよね。あれはまあ2頭出すのずるいだもんって話かもしれないけど、まあキングスレインもあれでもキングスレインはどこから指してきたの？直線からか。直線3番手、直線だったら3番だったよね。3番手から指した、まあ、ある程度前つけないと厳しいかもしれない。勇気はちょっとそこ向かないかも。ないしはあの前走前回あどうせ誰も当たらないじゃん、こんなマジでね。絶対誰も当たらん。意外となんかなんとかかなと思ってたけど、今収まって、これが順番の試験です。いやー、サインは3番、風はありません。福島競馬場で、マジで。いやでも案外当たるなら俺ここなんじゃないかと思ってるけど、マジに行くでしょ。手前で腰なんて思ってる。なんかさ、菊沢さ、なんか隣の10番のこと殴り合ってない？なんかなんか安城同士殴り合ってるみたいな。次元異次元。その外から半分の3番ゴールドラグーンで3コーナー開発、一番新幹がいて8番のワルツコーラー中段の後ろ、その外10番の次元並んで3コーナー開発、力は1番の朝方も押し上げます。もうちょっと早めに仕掛けた方がいいはず。マチリ今あそこにいたら無理だな。山田高生ですね。マジで。そしてもう一頭候補にいた3番しげるひらとりさんずっと触れられてなかったです。絡まれてます。ぶつかったかな、これ。34ぶつかったんじゃないですか。いや、小林これいいお手も手に入れたね、マジで。中山のオートワークやっぱこいつ3戦3勝だから相性がいいってことか。いやでも待ちにはちょっともうちょっと前にいなきゃダメだったの。待ちに切れないからさ、もうちょっと早めに前に入れないと厳しい。東京随一です。おもしろ G2 でおなじみアルゼンチン共和国杯の予想でございます。面白い G2 もステイヨーズステップのジャベロじゃあまず私からじゃあいきますね。20番ボスジラ、ボスジラでございます。こいつルメール大好き馬でございまして、ルメール騎乗した場合の、勝率は 100% でございます。そこそこあのやってくれるんじゃないかなと思いますね。まあ頑張れということで、ファイトでございます。以上です。はい、自分の本命、11番マストドラフトです。
まあ、この馬は本当に今がまさしく成熟期で、この馬って基本的には若い頃から休み明けはまず走らない馬だったんですが、前走オクトーバーステークス休み明けのハンデ58キロで2着来てまして、本当に今休み明けでも動けるレベルに本当に今多分コンディションが整っている状態だと思います。で、鞍上の三浦康生も木曜日に盛岡で G1 を取って、今乗りに乗っている馬と鞍上の組み合わせですので、まあ、この馬今ならやれると思います。2年前このアルゼンチン競歩会2着なんでね、実績もあります。対抗は3番のユーキャンスマイルですね。こっちもやっぱり、まあ、7歳馬ですけど、もう今は全然コンディション落ちなくて、で今今日の鞍上の石橋シュートも成績手が合っているみたいなので、まあ、この対抗で、単勝ラストダーツ5000ポイント、ウマレットワイドラストダーツとユーキャンスマイルで2000ポイントずつ、あと3連単にブレイクアップを2着3着をユーキャンとか表裏で入れて、頭はラストダート固定の3連単ですね、2点を500ポイントずつ買いたいと思います。あとボスジラー白いだけなのできません。東京11レース本命17番のハーツヒストワールにさせていただきました。こちらの馬東京での成績がかなり良くてですね、しかも状況もかなり動けているということですので、こちらを本命にさせていただきました。そしてこのレース結構な荒れるレースだと見ているので、3連複軸位置で17番を軸にして、紐は3番、4番、5番、7番、8番の計5と各1000点で行かせていただきます。アルキオは本命ブレイクアップですね。前走の3勝クラスのやつ、マリノアズラが、まあ、これ残すなって思ったところから差し切ったんで、結構力つけてるなと思って、いい内容のレースだったと思います。ここでも結構耐えるかなと思って、まあ、前目で運んでいい足使えるのもこのレース向きだと思うんで、ここは、まあ、馬券内は外さないかなと思います。買い目は3連複のフォーメーションで、1列目が7番で、まあ、2列目にテオロイヤルとキラビルで、で3列目に合計で6等で計9点各1000点でいきます。本命は5番のテオロイヤルですね。これはまあ、東京の、ダイヤモンドステークスを走った時に、まあそこは基本的に差し天国なのに、こいつは先行してよく行ったなと思ったので、まあここはいいんじゃないかなと思います。まあね、あと下にいる名称ハリオは手前からのと下手くそなのにこいつはうまいこと東京走るから、まあ、結構期待できるな。まああとはなんかこう生まれんで2400走ってるのと違う感じで、まあそんな感じで。はい、アルゼンチン巨人の予想ですね。本命はキラーブリンジにします。目黒記念と比べてアルゼンチン巨人は、ね、ちょっとは未来のあるレースなんで、まあ、未来のありそうな馬ということでキラーブリンジということで、まあ、なんだかんだね、ジャスティン・パレスあたりを撃沈しているようにちゃんと強い馬だと思うんで、55キロそう、3歳で50キロだからここまで言うと57か、まあそれなりに、うん、耐えてる感じだと思うんで、まあ、テオロイヤルはやっぱ57.5 はちょっと見込まれすぎかなって思うんで、まあ、強いのはね、承知しつつ、まあ、これくらいの評価にしておいて、あとは、まあ、東京2500専門マンの結城スマイル君とか、まあ、あと、そういうのにこっちに切れてるよ。まあ、なんか距離が長いと買いたくなっちゃうディアマミドル君とかね、まあ、その辺で3連複でね、まあ、来たら意外と花山さん、ちょっとね、買い目忘れちゃったんですけど、3連複、キラビリティから流してね、お願いします。安城に未来がいるカントルじゃない、未来がある。安城に未来がある。俺はあいつに未来があると思ってた。あ、じゃあ、どうぞ、誰か。毎回毎度のこと気になりました。最後に、おそらく最後のアルゼンチン共和国の予想に発表となると思いますが、私は5番帝王ロイヤルとさせていただきます。例年、例えばなんですけど、昨年だったら春の天皇賞で一番着順高かったのって、
誰だっけ、あれ今日行ってたでしたっけ、去年のあれ今日遅い、オソリティの6着は確か最高だったと思うんですけど、帝王ロイヤル君は春の天皇賞3着と、まあ馬券内に来てるわけで、この馬が 57.5 を背負ったとしても、ここで負けてはいけないだろうなっていうのは正直あります。で、3連単フォーメーションで、1着帝王ロイヤルを提出させていただき、2着が6番のキラーアビリティ、7着かな、いや、使う着で続いて逆にさせていきます。6、8、11、17、18からの3着が3、6、7、8、11、17、18の300ポイントつける30点。3連単フォーメーションの追加で、万が一が使うために、5、6、5、6からの11、7、500ポイントつける2点につけていただきました。ファンファーレが鳴り響きました。東京競馬場、アルチュードもが予想するアルキョー、皆さん予想いかがでしたでしょうか。まもなく発表でございます。皆様お期待ください。まあ、これやってると自分の5000円買ったって実際にセティングするかもしれない。そうか、ラストだと四股様いってるやん。多少5000円買ってるんだ、リアルの5000円。いや、まあ、いいですか。いや、コッセは本当ここに勝たなかったら何も勝てないよ。ダンシングペース同じくらいじゃなくて、なんかすごい出遅れた人いない10番ダンディズムです。ダンディズムはいつもこれだから、あれはいつも通りかあ、いいね、これと最高学級職のさ、ちょっとなんとかしてくれよ。これさ、キングオブドラゴン残りそうじゃない、なんか。いや、そうですね。いや、リンゴは意外と残んないよ。誰も追っかけないよね、もうとはいえ。でもね、まあ、まあ、去年のモスジラは撃沈してたわ。いや、残りそう。言い付けるかな、最後に。キングオブドラゴン意外と左回り上手いらしいから。一番前です、キングオブドラゴン。ブレイクアップ汗かいたらいいな。ユーキャンちゃんって言うと小さくなっちゃう。いや、アホが逃げれない。ずぶすぎて無理だよ。あの、もうリアメンテみたいなもんだな、万年。ただね、国分京介だったらバシバシで無事入れたって。ガシッと逃げてるでしょ。普通に学部にしてる。そうそうそう。話が過ぎる。周りが点遅すぎるんだよな、これちょっと。いや、マジでこれやばい。これクソ G2 始まったかもしれない。このままです。ダンディズマ、そしてそこの展開でポツンするな、マジで。エドラ坂井だもんね。決まってきた。レオロイヤル完璧じゃないのポジションなら。勝つと思うよ。してイナーズポジションを取ってる。15番のレッドサイオン、あと一番16番キリトンビルド、19番のヤマンドル、キングオブドラゴン2着だったら、あれでもターンが続いて、ラストダートめっちゃ、おい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 あれ広いってマジで。ガンドル。あれ広いマジで。七十七、十六、十七、十六。頑張れ。そんなに荒れてないよ。
16年に入ったの。いや、僕ブレイクアップは頭じゃ結構荒れてる。ねえ、ラスドラこれ最低だよ、マジで。この決着はもっとひどい。これ一応お聞きいたしますけれども、的中した方はいらっしゃいますでしょうか。あ、キッスさん、まさかの的中ということではないですか。はい、残念、事実でございました。はい、オルフェーサンプルの後から買わなきゃもったいないだろうということで、ただいま待って単勝2000特賞発生でいきます。まあ、なんか前走なんかマイル使っ、マイル芝のマイルの形成杯を使ってたりするんですけど、多分まあこれ多分ダートで行き足よくするためにこれやったんじゃないかなと思うので、多分 GM をそのダートで使うところから逆算してこのローテ組んでるんじゃないかなと自分思っているので、まあダワディアマンと期待します。はい、後ほどパトロールビデオアンケート受ける。いや、多分そう、マイネルファンの方がめっちゃ受けてきたんだよ、なんかそれ。ラスノラ本当絶対勝てたってこのレース。阪神11レース、自分の本命はオメガパフュームにさせていただきました。まあ、ここは固く実績最上位のオメガパフュームから行くので問題ないでしょう。紐とし、ワイドボックスの紐といたしましては8番9番ハピとタイセドリフォン、3サイバーを指名させていただきます。ワイドボックスで389、各3000ポイントと3連複389の1000ポイントを行かせていただきます。私の予想、20番ハッピーでございます。子供だといっても可愛い。そもそも3歳馬としてとても強くて、1800の成績もそこそこ上場、まあ、ここでやってくれるんじゃないかと、まあ、思っております。対抗は同じく3歳ブリッジファング、ないブリッジファングということで、生き添え頑張ってほしいところでございます。以上です。ちょっと待って、高田木山って買わないでしょ。残り1分は買えないだろう。1分メーカーやっぱり基本的に高齢馬ってなんか活躍してもしない、はい。現在福島11ですズーズラインカップの払い戻しが出まして、ワイド2番12番の 3.7 倍が当たりました。3万7000ポイントです。私も阪神10レース、ジャスパージャック、無事に走ってくれまして、単勝で1万ポイントが、書いてないですけど5番ぐらいに出たかな。はい、おめでとうございます。阪神メインはブリッツファングにしました。まあ、前走で多分舐められてると思うんですけど、前走は池添が神奈川で1ビタビタで回すっていうクソみたいな騎乗して負けただけなんで、まあ阪神って見直せんじゃないかなと思います。だから単勝5000と生まれたタガノディアマンテ、オメガパフューム、ハギノアレグリウスの3000でいいかなと思います。阪神11はヒストリーメーカーですね。なんかずっと舐められてるんだけど、ずっと舐められてるってことだよ、マジで。同じ条件でアンタレステークスで帝王権利の方が来てて、まあさすがになんか別に80倍の馬ではないなと思って、あとはまあなんか良さそうなヒストリーに生まれて勝ってればいいんじゃないですか、知らないけど。はい、
はい、じゃあ、宮古選手でね、本命をハミしてますね。前走ノリさんが勝ち越しなんでね、やる気あるノリさんも、まあ見れるんだったら、まあ金入れてやってもいいかなっていうことで、はい、であと対抗はね、同じ関西馬なんか、ボーカルウィッチとね、大体予想されたんですけど、まあ、騎乗だけは好きな男、池添健一と、あと、まあ、あと、まあ、阪神多いだったら、多いかなんか勘違いしてるんで、こういう印になりました、印は生まれんですね。はい、よろしく。ギリギリで申し訳ございません。僕の本命は、3番メガフィウムです。相手はハッピーです。3連符移動軸ボックス3、8からの全ての内から7と11の2頭を除いたものの3連符移動軸12点1個700ポイントとワイド 3から4と16で800ポイントで、あれでやりかせていただきます。はい、チャンピオンズカップ前哨戦だっけな、確か。宮古ステークス、ゲート入りが始まっております。じゃあ、宮古ステークスお楽しみください。以上です。前回も7、9、10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 、
ブレイクアップとサンライズホープ一緒に買ってる人いないでしょ、ウィーファイブで。S が。軸をハッピーにするか、萩野アレグリアスにするか悩んだんだよな。いや、萩野アレグリアスは分からんな。いや、分かるか。分からんな。萩野アレグリアスはなんかエピソードとして、福永がシーンの重賞をプレゼントしたい。ハッピーか萩野アレグリアスか悩んだんだよな、一応。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあこちらのズッキ君、ズッキ君いくかとって。はい。ちょっと最終レースで、これは引いちゃう。お疲れ様でした。でこれちょっと待って、最終さ、東京と阪神両方やりたい、ちょっと最終これ。いや、待ってよ、全部なんでさ、本当にここで来るの、マジで。ここまでのとこ、ね、マットコーンのマットコーンあれってどんな感じでしたか。キングズレインしか上がってない。みんなちょっとさ、あとで、多分今、最終率 50% ってると思うんですよ。ちょっと11月のタイミングなんで。俺、今明らかに多分ゴツマルシュってことですか。いや、わかんない。ゴツマルシュを逆転しなきゃみんな勝てない人だと思うんで、多分。ありがとうございました。確認までお待ちください。15万2000ポイントです、ゴツマルシュが。で、多分単独トップだよね。林ちゃんは多分結構当たってると思うから。1着が多分ゴツマルシュの15万2000円で、2着が林、生ネギなんです。林の9万6000円です。ジョナシはジョナシ、ジョナ、まだ3万1000円です。私はまあ、みんなさ、なんかドミノ式によれてってさ、ラストドラフトが一番外にいたから一番巻き込まれたっていう。ふざけんじゃねえよマジで。あれ俺の5000返せよ本当にマジで。やり直せよマジで。ラストは次やったら勝つわ、アドレス。やり直せ今のレース。本当にやり直せよマジで、アドレス。本当に福島人には配信の方スケッチブック叩き割ってもいいレベルなんだけど、マジで。だから目の前で割ればいいじゃん。6万層は追ってんだぞ、今。ゴツマル師匠が。6万層か。あれだから、11月の最初の週に行われるやつは全敗すぎです。アンチ忘れなさい。アンチ忘れなさい。11月第1週のレースは絶対負けない。うちがかなかんだ。そうですね、まだやっぱ疲れてピリッとしてきた感じがしますが、全体から見るともう少しやりたいと思います。ペン咲いてます、そっち。そっちペンの星咲いてないですか、絶対。ってことで。福島順位レースの予想でございます。本命は低予想ですね。根拠はありません。まあ
この中から最高あるのが一番うまいだろうっていうのが理由ですかね。まずね、廊下の 1200m っていうのはね、目つぶって競馬新聞に指立てるのが一番楽しい予想方法なんでね、まあそういうところをしっかりやっていきたいと思いますけども、はい、単勝ですよ。お願いします。福島十二レース、福島なんて競馬場私は知らないので、鞍上の顔の良さで選びました。スターライトキス単勝1万ポイントでございます。ちなみにこれが当たると一気に山頂山頂やばいの。最後どういう中継にしますか。レース数で割る。俺はほら規定打席未達だから、規定打席未達がいるからさ、回収率で勝負した方がいいかもしれない。あ、てかいいよ、だからどうせ多分あのね、勝てそうにないからね、金額で今オケラぶっちぎってるから。一応賞金があるので、ね、賞金があるのですよね。あ、そう、あの商品みたいなのがあるので、あ、ちょっと待って、本気出すの。なんで、どうするかっていうのをちょっと考えないといけないので、人として終わりに近づくです。そうですね、良かった頃はもう少し良かったなっていう、ポイントの方が分かりやすいかなってあるんで、まあ、こういうのだよね、やっぱ最初ってこれだよな。そう、まあ、またスリートップキットのこと信じたいかな。どうだろう、そうですね。次読んだろう、初見で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 初自分も福島ジュです。本命10番コメランチェ単勝1万です。鞍上長島まなみなんですが、あ、なんか前走まで今村が乗ってた馬に長島が乗るって、長島の間違いだとこれでやる気を出さないわけがないので、鞍上の気合い乗りに期待して単勝1万で勝負したいと思います。阪神はどうでもいいんだけどさ、東京がね、本当、アレクやりこしてくんないかな、今からでも、マジで。東京90倍、本当、阪神は79,070円。なんか、みゆきってことさ、なんか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 、みゆきは、みゆきマジで何なん、本当に。僕、みゆきのこと好き。いや、好きだけどさ、なんだ、この男って、俺。馬の人気を散々下げるだけ下げた後に持ってくるって。サンライズホーク、父マジェスティックウォリアー、母オーバスクイーン、その母オーバスワンですので、小倉大商店の家中はサンライズベガのお家に当たるという。東京で待っててこっちに来るの。
来ない、絶対来ないよ。でも、澤田、あの、エイト澤田本命でしょ。いやいやいや、西は今年の50勝目、宮古ステークスは3年前、ベンジェンスに続いて2勝目。あ、そうか、ベンジェンスでも勝ったな。あの時だ。言われてみれば。14年の時だ。安城のこのレース得意なのか、つまり。福島11レース。イエーイ。33票ってすごいよ。ウィンファイブの1550万790円。ウィンファイブ、配信ご覧の皆さん、ウィンファイブご存知でしょうか。一着の元を当てるという感じで、この簡単な、とっても簡単なギャンブルでございます。でこちら、払い戻し方、1550万ぐらい。はい。6227214ということで、払い戻し金が1550万790円。的中票数は33票ということで、的中された方おめでとうございます。福島12レースに戻りまして、私の予想をさせていただきます。私の本命は16番のフラッシュアークを本命とさせていただきました。で、買い目は単勝16番1.1万ポイントとさせていただきます。理由はまず福島この子は得意なのと、そろ原くんがそろそろ今日はやる気になるんじゃないかなということで、そろそろ原くんの本気を見たいところです。スリートップキズナっていつか来ると思うんだよな。だからいつか来るときを待ち続けるんだよ。俺だってな、こいつがな、あの負けたやつを信じて1年くらいになった。俺、そう、自分もそうだよ。福島会社に最後かな。いや、まだまだ全然まだ。今年は始まったばっかりだ。開幕中で。はい、すいません。福島12レース3歳以上2勝クラス、時刻は16時を回りまして、皆様のテンションが下がってきたところでございますが、サークル内に最終レースが得意な先輩方もまあいらっしゃいますので、ここを期待したいところでございます。まもなく発走でございます。最終のジョナカス、最終のジョナカス、最初のジョナカス。コメランチェ、なんかコメランチェでかよすぎた、でかよすぎて抑えちゃった。いいとこいるよ、いいとこいるよ。やっぱ小倉の戦人が一番頭おかしくていいよね。福島戦人って意外と頭おかしくなかった。そう、国倉の戦人のすごいところはね、あんなに頭おかしいのに重症刺さるところだからね。これコメランチェコースです。コメランチェコースで、あやばいな。コメランチェでもあれ追ってから全然伸びないタイプな気がする。新たここから来たらおもろい。突き抜けろ。スターディゴン強いね。そこそこ大波乱の福島12レースでしたが、ぼちぼちと、東京12レースの方の予想に移りたいと思います。予想を組み立ててた方いらっしゃいますか。ではお願いいたします。はい、東京12レース5番のミス・ボニータを本命させていただきました。予想するのが疲れたので、騎手の顔の良さで選びました。
ワイド5番13番、生まれ5番13番、馬単ボックス513で、それぞれ4000ポイント、2000ポイント、各2000ポイントを取らせていただきましょう。はい、私の演奏は東京で2レース、20番ジャングルキンズでございます。まあ、ルメールちょっと今日あれなんで、ここら辺で一発決めてほしいところでございますね。相手は、あのなんかキースとなんか名前の良さのボロで選んだらラマモのこのワイドの一展開でございます。はい、また4番、1番、31.2 回、東京ジュリエスの本命3番の、スリートップ絆ですね。いい加減来ると思うんですよね、この馬。なんかもう本当にもう皆川君もなんか下がってるみたいですけど、いや本当にこの馬いつか来ると思ってて、いつか来ると思うんですけど、まあ、でもスリートップ絆がでも最終レースに回ってきたのって なんか珍しい気がする。今まで特別戦とか使ってて最終レースに回っていたのって珍しい気がするので、でも最終レースといえば長野武蔵というわけで、スイートップ絆、単勝3000と副賞5000です。あとワイドの相手に14番ジッピーレーサーやりました。ジッピーレーサーの前走あの、同じコースで、まあ、大穴開けて勝った馬なんですけど、だからこの馬多分気象に問題があって外じゃないとダメそうなんですよね、おそらくなんですが。なんで、まあ、今回最初そこそこ引けたのはむしろあのこの馬にとっていいと思うので、ジッピーレーサー相手にしてスイートップ絆とジッピーレーサーワイド大穴狙ってみたいと思います。スイートップ絆パッドで買ってやべ、テンポ人気は飛ぶ。テンポ人気は飛ぶ、それはそう。うちのサークルって人気するやつ飛ぶのよ、マジで。スリートップ絆。いやでも結構、まあまあ、前に優しい馬場ではあるから。グイグイと動けてるのはいいですね。体も仕上がってます。ジッピーレーサー外枠引いた方がいい馬勝ちだから、はい、うん、そうですね。もう少しね、こう全体を体全体を使えるといいんですけどもね、前向きさがあってね、非常に元気はいいです。間がちまして8番です。ダノンティンパニー同点なし。さて怪物ダノンティンパニーだ。さあ怪物ダノンティンパニーだ。さあ非常かな。じゃあ行こうかな。じゃあスッと、はい、口の差し入れしてですね、スリートップ絆ね、結構ね、私個人的にお金入れてきてもらうんで、そろそろ返してくれないかなって。まあ久しぶりにあの都度減量で星が50キロで、周りより1キロからいいんで、あるかなと思います。で、結構ね、あの人気馬があれというよりは結構魅力的なものが多いですなんでね、あの、まあ、謎の祭りとかホサックとかその辺にね、流してちょっと生まれて、ちょっとでかいの取れたら期待だけで2つでもいけるかな。勝負レースですね。勝負レース、はい、竹の金くれっていうことで、じゃあお願いします。マセンダーさんとかよく買うわ。勝ちました。3連単4番1番12番4万9680円。副賞はご覧の通りです。アスターリゴン、父絆、母アースプレイ、その母ミスイースターですので、2007年に小倉2歳ステークスを勝ちました丸物イースターの甥に当たるという3歳の馬です。生産は浦川町のガーデンパークスタッド。加藤久恵さん、角田山と騎手、8回戦続いて今日2勝、今年の35勝目。相変わらず家で申し訳ございません。私の東京ジュニレースの本命は、7番カフェサントリオンとさせていただきます。安定がちょっとまあって感じのところありますが、まあパトロールとビデオが現在グリーンチャンネルの方で流れておりますが、しばらくお待ちください。は
始まっちゃうので、僕の方から説明させていただきます。3層前の高尾特別、4層前の二所クラス、東京の用意や状況では結構いい成績を残していると言えると思います。新潟開催とかではちょっとよくなかったんですが、東京に戻ってここはまた上位にも食い込んでくれるんじゃないかなと、このメンバーだと思いました。で、ワイドで7から4、5、6、9、10、10、13、14の8点の2000ポイント、あと7番の単勝に1000ポイント、あと一応1000ポイント余ったので、なんかマーカントの最低人気がいたんで、こいつに副賞1000ポイント突っ込んでおきます。あ、東京中に始まっちゃうけど、ミスポイントなんか、酒井がいけるんだから買います。知能指数下がってきたら、なんで予想予想の知能指数下がりすぎでしょ。そろそろ東京のホッカールを聞き飽きた日曜日の夕方ゲート入りが着々と進んでおりますが、もう皆様も眠いでしょ。配信をご覧の皆さん、もう眠いと思います。スマホ見て寝てください。サザエさんにじゃないで寝た方がいいと思う。いや、ちょっと待って、まあ、ここでまだ中野武蔵の大穴で目が覚める可能性はある。あ、焼肉、まあ、最終のジャナタン先輩ということで期待に期待しております。では、最終のジャナタンレースの発想でございます。お、いいぞいいぞ。俺、意外と大野拓也の本人騎乗とジッピーレーサーは意外と合う気がする。あれ絶対前残りそうな気がする。何これとか言わない。タケド結構打ち分け出してる。タケドタケドタケド溜めてる。タケド行け。タケド行け。タケドタケドおいタケドおいよしタケド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 おいおい行けおいタケド行けタケド行けタケドおいおいこれおいタケド持ってこいこれおいおい治安が僕の一押しのね、よく言いません、生まれって書いてあります。え、カフェさんとりが来てんの。シュベルトライテゴールさんでしょ。シュベルトライテ来てるよ。よく言うよね。生まれって書いてあります。これなんでちょっとなんでこれで外すのマジで。これワイドで、ワイド60枚くらいって結構早いよマジで。めちゃめちゃつきますよワイド。これなんで買わないのそれ。ワイドこれめっちゃつきます。めちゃめちゃつきますよじゃない。めちゃくちゃ買えよ。ワイド買えよ。生まれって書いてありますこれ。皆さん、年少複式馬券ってご存知ですか。年少複式って1着2着に入った組み合わせが当たるわけのことです。拡大年少馬式ってご存知ですか。3着まで入った馬の運転2頭です。これから普通年少馬式ですね。800円は外れでございます。ありがとうございます。下手くそすぎかマジで。いや、バッタル副賞買ってたから俺は間違いない。買いの顔で下手すぎか。はい、まあ自分はね、賢いんでちゃんと副賞で当ててますんで、どうかのね、どっかの本当にもう霞が今にも頭から沈みそうな人とは大違いですアイロンプリーズ。私はですね、ミスボーインターこっちも顔が良くて気性がいいっていうのはね、伊勢境のとてもいいところだと思います。三浦君は顔がいいのに気性がゴミなんだ。いや、気性がゴミなんじゃなくて、本当に今回が読んだらなかったでしょ。結構つくよね。めちゃくちゃつきやすい。いや、三浦君のクソ騎乗といえばね、中山牝馬のフェアリンボルカでは、ああ、
こっち死んだ方がいいなと思ってそうそうそう、攻めていく。あと言ってて、フェアリープルカーはね、和田連城乗せなかった陣営が悪い。あれは三浦悪くない。阪神おはようございます。おはようございます。いくぞ。よし、阪神やめるぞ。阪神12レース芝1600外ということでね、皆さん誰とか気づいてきました。まあ最終の自分なんで、まあもうでもね、これさすがにね、この2頭に逆らうの青です。本命8番ダノンティンパニー、対抗は4番ルジュステリアで、ダノンティンパニーからルジュステリアの、馬単1万ポイントでいきます。まあ、なんていうんですかね、まあ、ダノンティンパニー、まあ、ここにいないんですけど、うちのサークルの有識者の、みことくんっていう方がいらっしゃるんですが、この方がもう本当に、ソーダで走ってた頃からダノンティンパニーは大物だと、もうずっとした言い続けてきた馬なので、で、実際、自分もレースをね、中央復帰戦をかけて、当てさせてもらったんですが、本当に大物だと思います、マジで。もう馬体の、もう馬の見た目もね、馬体の出来も、他の馬とはもう、明らかに一線を隠しているぐらいで、本当に抜けてる馬だと思うので、たとえ安城が藤岡祐介でもここ負けようがないと思います。でまあルジュステリアもね、本当ね、春とかマジでポテンシャルがある、あるとこ見せてくれたし、前走なんかね、プラス20でまだ多分余裕残したと思うんですけど、それでもしっかり勝ち切ってたので、まあダノンティンパニーは、でもダノンティンパニーの上だとは思いますね。ダノンティンパニーで聞いていこうと思います。はい、はい、同じく8番ダノンティンパニー本命とさせていただきます。まあ、地方上がりの馬が好きなんで、この馬を応援したいと思います。買い目の方は3年間フォーメーションで4812着の1番2番3着固定で各2500ポイントをさせていただきます。これパッドでちゃんとさ、スリットプケさん、副賞900入れたから、私の本命、競馬界で一番顔がいいと言われる川田優が騎乗、純ブルーフライでございます。枝テルオマン、相手が、一力完璧ダノンティンパニーのワイド一点が、最後を決める、大事な一戦でございます。ここを期待したいところでございます。じゃあダノンティンパニーは実際銀行だろう、ここは。中国ですから、銀だけってのはちょっと気になるな。6対9対6で。勝つためにダノンティンパニーなんで。いやだから今日はごつまりしちゃうときに勝つけど。東京11レースと東京11のパトロール2体を間違えると何があったの、あれは。キングクラブになったのか、結果強い。それであと3点差。下行きたかったね。天狼エールってどうだろう。あの2頭ぶつかってたの。2頭接触。これはちょっと。あ、これ4番が、そうだ、4番が4番が故障して。4故障で3番組まれたのか。かけちゃったんだ。かわいそう。大丈夫。松本くんの方がやばそう。武藤はまあ松本だけがやばい。一の走行状況。はい。酒井もさっきの小林亮太と同じことになりかねなかったか。酒井よく持ちこたえたねこれ。でこうあとさ、これドミノ式に行って最後に一番外にラストドラフトがいたっていう。そう、このドミノの一番下にラストドラフトいたのよ、マジで。悲しい。ラストドラフト、これってさ、ここさ、ラストドラフトだって何もなかったら絶対勝てたと思うよ、これ。そう。こんなことあるんだね。わーって波が。確かに。いや、ラストドラ勝てたよ、マジで。このバトルオールビデオをご覧いただきました。じゃあちょっと話に対していこうかな。ちょっと酒井まで責任取れよ、お前。本命はルージュステリアですね。やっぱりね、俺の POG ほど試練を信じるということで。まあ、こいつには POG 期間中散々られ裏切られてきましたが、まあで、まあ、ダノンティンパニー強いかもしれないから、あんま飛ぶようないと思うんでね、割と実力のよっしゃくしょまでこっちを突っ込むぐらい。よっしゃ、730、よっしゃ、来たー、730、おーし。ちょっと、女性900、すいません、ちょっと。
失礼いたしました。ではね、A3 出たら、ダノンティンパニーで相手やらせて、ムーとかその辺来そうだなっていうことで、はい、こんな感じで適当に変えました。よろしくお願いします。はい、阪神最終はルーシュスリアですね、はい、まあなんかディープが受け取るしみたいなあとあれなんかね、ハゲと生姜買うなっていう花粉があるのでセント代々でセント代々受け継がれたハゲと生姜買うなっていう花粉があるので俺さ、ダノンティン、今のさ、スリートップ基準の払い戻し全部ダノンティンパにしようかやめとけよ。いや、絶対やるやめとけやめとけ、俺言ったからだ。やめとけ、おい、俺はてめえの金で焼き肉食いてえんだよ。広がゆうすけの人たち、2.4倍、マジでやめた方がいい。普通に福田が勝つよ。じゃあ、マリンショー。いや、ちょっと怖いと思ってたよな、俺やめといた方がいいと思ってたよな。福田いい。本日は本日は長い皆さんの予想を行いましたが、おそらく東京12列に失礼しました。阪神12列予想されてないのは多分僕だけですよね。そうだね。ということで、本日最後の予想を発表させていただきます。僕の本命は、6番ジュングルスカイということにさせていただきます。理由は、皆さんダノンティンパニーをめちゃくちゃものすごく重視されてるんですが、班長は誰でしょうか、誰かご存知でしょうか。ハゲなんです。いや見えない、いやダノンって書いてあるカーで言うかな、多分ダノンって書いてあるにカーダはこっちを選んだということは、まあ、つまりそういうことなんです。そうですね、ちょっとなんかそれすげえなんか腹立ってから、それ聞いて残念なことながら選ばれたのは勝つんですね。ということで、確かに選ばれたジュングルスカが単勝1万ポイントということで、ここで最後全員一気に差し返していただきたいと思います。いや確かにダノンが本当に期待してたらカード持ってそうなんだよな。カード全員いきます。ダノンティンパニーいきます。ちなみに私この本当のルーズスリーなんですけど、何て言うんですか、ルーズスリーが1着だと何を買ってますか。お泊まりしてお返しないんで、ルーズスリーは本命で買えるとか、ルーズスリーは本命で買えるとか、ルーズスリーなんだ1着は。逃げの手が6万ポイントサーブっていう話だったんですけど、まあ、そう前回ぐらいからね、6万ポイントサーブんで、返すためにルーズスリーは1着になるから何も返せないっていう、よく見えましたね。いや本当にさ、なんかね、田辺ってこう見えた話はうまいんだよね、遅めに評価してないですけどね、徐々に力つけて重賞勝てたんで、やっぱというかさ、ノベリスト3区久しぶりに重賞勝ったよね、というか、ノベリストが、そう、ノベリストが重賞勝った、マジ嬉しいブレイクアップ。54キロですから、まあ、単純量に恵まれた面というのがあろうとは思いますけれども、やっぱり成長というのが、ね、そういうのがありました。ブレイクアップ、やっぱ3勝クラスの内容、あれもっと評価するべきだよね、やっぱ続いてですけれども、まあ、ちょっとでも頭まであるとは思えなかったので、まあ、怖いな。いや、イケメン、イケメンだ、イケメンだ、イケオジ。11番人気からの勝利になりました。今の気持ちを教えてください。ほとんど力があるようになったんで、でもここで来ちゃったから若いとこないよ、だからはい、そうなんでたらなと思ってました。普段は成功するんですけれども、今日は後方からの、じゃあ石橋雄さんはどこに行ったのか、石橋雄さんは何着だったの。予定通りに後方から出ていたいんですけど、そうだ、出てからちょっと遠くなさって予定外にちょっと後ろからになってしまいました。はい、作戦とかではなかったんですけど、つまりさ、今まで前行かせたら自分はどうでしたって言ってるようなもんだよ、これは。ダノンティンパニーですので、藤岡雄介が進んだりまして。あ、なるほどね、最後の認識かもしれないですね。ちょっと待って、ダノンティンパニーそう、ルージュスティリア本命、ルージュスティリア本命、ダノンティンパニー、ダノンティンパニー、ちょうどね、一番前の方が思ったけど、ルージュスティリアでも問題みんなも少し戸惑いはあったと思うんですけど、ユキャンスマイル7着か、これはもう展開が向かなかったかな、ユキャン。ああ、来ちゃったな、明日。とりあえず、帝王ロイヤルの岡田調教師にはマジで猛省を流したいです、本当に。なぜ京都大賞典を使わなかったんでしょうか。おマジで配信の中で猛省を流したい、岡田調教師には。なぜ歩きょうの、なぜ歩きょうの、てか、なぜオールカマーを使ったのか、そもそも。なぜオールカマーから歩きょうなのか。それが、そのさ、スタホみたいなさ、やつやめたくないでしょ。オールカマー使ったのは、もうそのままジャパンカップ直行でよかったんですよ。なぜ歩きょうを使ったんでしょうか。そして、なぜそこで馬券圏内さんを逃してるんでしょう。
か賞金圏内おろか。イケオジだな、みゆき。さあ、怪物だのティンパニーですよ、怪物。異常化に怪物なし。いや、ジャックドールの次のおもちゃはこのままなので。いや、まずは、おもちゃとして足るということをここで見せてくれると。本番になったら、もう怪物なんで。怪物です。あれ、怪物。これ使うようなね。ジャンポケのサイトなんだけど、これ使ってるときは分かんないです。それは分かる。早稲田祭の最後をきらびやかに飾る。おはようございます。おはようございます。なぜか活気づいている。福永、おい、中央館305号室、福永、追ってくれ、ドロドロ。はい、よく、よく締められるでしょうか。まもなく発動いたします。ガチだ、あのティンパニー本当に怪物だからね。ここで来るわけないだろ、あのクソ。ここで来るよ。来るわけねえだろ、最終ぐらい来いよ、藤岡。スタートしました。はい、もういいスタート。あれ、よくない。あれ、どこ。いいスタートだよね。いいスタートだよね。いやー、藤岡さん、 V やね、藤岡祐介。せいなちゃん、藤岡その後方から内側のイベンバー病に外は8番のダロンティンパニー、下がりましては6番のジュンブルースカイ、そして9番のオーマイガールズが演奏しています。昨日も俺さ、最終ベルランスの単勝にさ全突破して死んだんだよな。そう、いや、まあ、昨日はでもね、藤岡よく乗ったのよ、最終。ただ、まあ、ちょっと馬の力が及ばず2着だったね。もう今村せいだ、なんかもう刺してくださいって言わんばかりの気をしてもね。V やね、何こ、カードナノティーパーに取っとけよかったら後悔するんだよ、今から。あ、でも今からでも取れるか、藤岡出しないで。別に取ろうと思ってないよ。おい、パック、おい、ふくらがほら、おい、やっぱ藤岡祐介って最高だわ。帰れ。
やめちまえ藤岡祐介。いや、やめてくれ藤岡祐介。やめてくれ藤岡祐介。たった今、土日の全レースが終わったところでございます。お皆様、いかがでしたでしょうか。いや、私は成功率を失いなったな。それでは集計と、うん、集計、集計の前にですね、ただいまより藤岡祐介号の引退式を。よし、おめでとう。勝ちました。 G1 は、NHK マイル1個。あ、すいません、スーパーオレットコさん、スーパーオレットコさん、ちょっとなんか行方不明になっちゃったんですけど、もしかしたら藤岡祐介くんがちょっと殺しちゃったかなみたいなところありますけど、はい、じゃあちょっとできれば引退早めにしてほしかったですね。そうです、じゃあジョダサンくんから言葉ちょっと、じゃあジョダサンくんから被害者の方が、被害者代表が被害者代表の言葉。いや、すごく本当にあの惜しい人を亡くしたと思って。欲しい人と自分の欲しい金をなくしました。だから、ね、記事で受けて乗るって言って、ね、ジャックロールで瞬発力勝負を挑む男。男だからクソ高いんだよね。でも素晴らしい記事の上で、素晴らしい記事の上で3連覇いただいたんで、私は。いや、もうちょうどでもこれですよ。記事人生の終わりにしか本当にそうだと思うけど。あー、分かった、マジで一番面白かった。カンペあります。あ、カンペあるよ。カンペにスタジオゲストには、ないね。これ、あなたにするの。いや、マジでさ、もうこれでね、馬単で買うのがセンスないよ、マジで。八王子もうあえて馬単にしてるからね、もうだって生まれ、チキって生まれていいんだよ、そんなの。馬単って、馬単で好きだよ、決まってんだから。こっち1、2でしょ。でも生まれんだぞ、2、1なんだよ。で、こいつがゴミだから。さあ、そろそろ皆さん、集計させていただきましょう。そうだね、集計いたしましょう。はい、集計いたしましょう。ちょっとマイクをください。ちょっと赤いやつ。参加数が違うから。回収率で勝負した方がいいと思う。あ、回収率でも遅刻する方が悪いっていうのがあるので。いや、回収率勝負した、回収率勝負した方が絶対平等だと思う。そうだね。回収率で勝つのはおめでとうございます。参加者率数わかる。皆さん参加者率数を数えた上で回収率で勝負させていただきます。皆川さんは規定打数達しましたでしょうか。待って、何年生達したのに。全部やったから1、2、1、4、5、6、7年生やったね。多分一番奥やってるのが皆さん参加僕なんですが、何年生したの。ちょっと待って、自分メイン全部やって、ルージュスティリア勝ったんだ。ルージュスティリア誰が乗ってたんだろう。なんか2着のやつ誰が乗ってたんだろう。誰だろうね。何でしたまあ13レースやってます。まあ2倍を越してないのにさすがにそこまで差がつかないとみなし回収率で勝負させていただきます。皆様電卓を使って計算をお願いいたします。皆さんの暗算は忘らせごときではありならないのでよろしくお願いいたします。あ、待って、なんかプラスなんだけど、俺受けるプラス。あ、結構プラスだわ。じゃあまずは早稲田生ではない私から、回収率発表させていただこうと思います。13レースのうち1レース的中で回収率は 33% ということになります。
本日のトンカツの競馬でございました、また来年お会いいたしましょう。さようなら。終わっちゃった。多分13ベースさんで合ってるよね。多分合ってるんですけど、まあそうですね、まあ、一応、まあ、今回ね、一番自分が勝負戦やったキングズレインで当たったので、まあ、そういう意味ではすごく、まあ、ある意味心の中のすごい心的な満足感はありますね。やっぱり別に、まあ、今日一日で何か決まるわけではないので、ただまあちょっとアルゼンチン強国はやっぱりでも個人的には悔いが残るレースだったなと思ってますね。まあ、ブレイクアップなって思ってますね。いや本当キングオブドラゴンにやられました。坂井流星君を申請してくださいまして。はい、以上です。あと塩川祐介さん、本当にあのなんていうか、なんて言うんでしょうね。本当にあの言葉にならない。藤岡最高。藤岡最高一番好きなジョッキーです。あの次川田にダノンティーパーに出られないように頑張ってね。回収率は回収率はちなみにあのまあ東京級レース、役員総特別の単勝と、あと東京ジュリーレースの副賞ですね、合わせて、まあ、これだけが当たったので 52.5% になりました。あ、はい、お疲れ様でした。トミー、あ、斉藤新人っていうの神みたいな人が、素晴らしい若手ジョッキー、あと酒井隆成ってイケメンにもらったんで、なんか回収率がめちゃくちゃ上がって、9レースやって、回収が19万5千ポイントで回収率 217%、 シュート55%。一回下げますよ、レベルを。レベル下がっちゃうと、レベル下げないで、そっちさんは高いので。いや、まず逃げる。落ちよう、10万もね。落ちにはならない。いいよ、言っていいよ、ルカ君。皆さんから向かって、右二人の方々が結構良さそうな気がするので、一旦私を言わせていただきます。本日多分13レースやって60,810ポイントということで、52.1% という極めてごびくそうな成績となってしまいました。一番の悔しいのはミヤコステークスの二等軸をハピクアリタギラリュウレースで悩んで最後ハピしてしまったせいで、まさかあいつも誰来たんだっけ、誰来たんだっけ、一着の馬持つよりもかかわらず外してしまったことですかね。それさえなければ皆さん抜けたのでは、正直でも後悔はないです。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、13レースやって回収が135,350ということで、回収率 104.1% になりました。一番悔しいのはやっぱりアルゼンチン共和国杯で3連複2と1、2、4着で行ってたのがマジで辛かったですね。多分それ当たってたら優勝してたんじゃないかなっていう感じです。ラストドラフトがね、本当にはい、私の回収率はですね、すごい 110.7%、 普通にあるまあまあいいやつ出ちゃったんですけど、まあまあいいやつ出ちゃったんですけど、一番悔しいのはちょっとあの普通のまま年収と拡大年収の違いが分からなかったんですかね。そうですね、すごいですね。で最近2、3着でも当たりの馬券ができたんですか。そうなんですよ。なんていうのワイドでもすごいですね。情報が起きたらね、めちゃくちゃいいよね。まだまだ拡大馬券でしょう。すごいっすね。っていう馬券があるらしいですけどね。半端なマイナスです。あのいつもハッシュタグを下に載せておいたんで、ご覧よかったらご覧くださいということで。普通にあの YouTube の配信引っかかりそうだから。じゃあ30年前から来られたんですか。じゃあ中田さん、毛は分けれんだね。アナウンスください。あ、タワーアップしてありました。いやーね、東海でようことかしか分かってますけどね。ないから、きっと30年前は多分ナイスネイチャーから生まれ流したりしてたんでしょうけど。1位の発表だけお願いします。1位を発表する前に、ちなみにキッさん、一番回収率はいかがでしょうか。バツですね。バツですね。では、ハイアル1位発表させていただきます。はい、一番人気
どうんち？どうんち？え、諸教局？諸教捜査官。諸教捜査官どうんち？どうんち、どうんち、としあきさん。どうんち。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。消費者のコメント、どうですね、あの、ゆうちって人からは多分そんなに回収してないと思うんですけど、僕が回収できたんで良かったですね。はい、お疲れ様です。商品があります。商品です。商品があります。じゃあ商品はそんなにない。じゃあ商品贈呈がございます。中身ちょっと、あ、そこで、カメラのところで見ますね。席で見てほしい。こんな、ごめん、ごめん、ごめん。おー、すごい。すごい、すごい。あとこれですね。見えるようにしてあげる。緑ポーチ。あ、緑ポーチ。勝負ポーチ。なんかそれ。え、お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 、キープ。お、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 クオカード、あと1つ、グダグダなんだけど、じゃあちょっと返しさせていただきますね。キング、あ、お、え、じゃあこれは、おー、お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 、多分ナノティンパニーも確か 2.5 倍ぐらいだと思うので、本当だったらね、自分はね、あのこのですかね、12,500円をね、あのリアルの方で持って帰る予定だったんですが、ちょっと窃盗されましたので、あのちょっとこれ、あの、え、立東署ってありますか、警察に、滋賀県警立東署ってあるんですか。これちょっと窃盗事件として、あのちょっと見届けなさないといけないんですけど、いやもう本当に本当に楽しい。いやもう言いたいこと言っても、ね、アルキョについてもね、いろいろ、あと、あと、ミラコス、本当にあの大丈夫、君の本命は2週間後のウィンカネリアンだから、本当に今日は運がなかった、頑張ってくれ。ああ、いらない、いらない。藤井君さん、本当にお疲れ様でした。よっしゃー、締めて、締めて、優勝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 優ということで、藤岡雄介さんが無事引退されたということで、最後締めくくりに、林くんなんか言ったことありますか。ということで、締めくくりさせていただきたいと思います。本日の地上競馬一日お疲れ様でございました。お疲れ様でした。これからもまだ高知ファイナルという素晴らしいレースが待っていますので、皆さん地方競馬に邁進していきましょうということで、よろしくお願いいたします。今年も一年お疲れ様でした。お疲れ様でした。アイロンニュースエクリームゼロファクトエブリビー。あと配信ご覧いただいた方もありがとうございました。はい、配信ご覧いただいた方々、誠にありがとうございます。アーカイブ配信も、残ると思いますので、ぜひご覧ください。これさ、11レース終わった後カットしたわけでから、ね、東京12レースで終わった後カットしたわけで、東京12レース以後いらないわけで、東京12レースで皆川ちゃんと自分があれ当てたっていうのが全てだから、そこでもあの大断言ということで、ね、阪神12レースはカットしていいと思います。はい、じゃあ早稲田祭の、はい、早稲田祭の、栄えある、結末、まあ、あれですね、クソ緑を皆さん撲滅しましょう。はい、それでは配信終了、いいですか。クソ緑をぶっ壊す、それから僕は。はい、では以上、早稲田競馬ファンクテンポイントでございました。ありがとうございました。また来年お会いしましょう。さようなら。はい、ちょっと待って、ちょっと待ったかな。